フォロワーの皆さん、再びこんばんは、ヒロです。ヒロ御朱印インスタライブ、第38回目となります、スペシャル対談ライブの時間がやってまいりました。この令和5年7月、2023年の7月はですね、ヒロ御朱印インスタライブを配信してちょうど3周年を迎えるということで、今回の第38回スペシャル対談ライブは3周年記念祭としてお届けしたいと思います。いやー、3年間ね、仕事をしながら頑張ってきました。いやー、まさかね、自分も3年前にヒロ御朱印インスタライブを配信した時に、まさか自分が3年もライブをやってるとはね、もう夢にも思ってなかったので、いやー、よくね、自分で3年も頑張ってきたなーとね、もうほんと自分で自分を褒めたいなと、そんなね、心境でございます。皆さんこんばんは。今日はですね、8時から、むすみ会情報局ボリューム17を配信しまして、ちょうどね、10分前に終わってですね、このポップを張り替え、まあいろいろ諸々な準備をし、もうね、正直ね、ハーハーゼーゼーな状態で今、ライブをスタートしました。強しさん、応援バッジありがとうございます。今日ですね、ヒロ御朱印インスタライブが3周年を迎えました。結構このね、6月、7月はね、多いんですよね。僕6月25誕生日、そして7月1日ココちゃん誕生日、そしてね、7月はヒロ御朱印インスタライブにとっての周年祭ということで、丸ね、3年を迎えました。強さん、そして千恵さん、パンダママさん、応援バッジありがとうございます。てるこさんも応援バッジありがとうございます。いや、応援バッジ励みになります。ありがとうございます。朝さんも応援バッジありがとうございます。先ほどね、朝さん、そしてショコリンさん、パンダママさん、パンダママさん応援バッジトリプルありがとうございます。もうね、もうパンダママさんにはね、もう頭が上がらない。今回ね、ワンちゃんと泊まれる宿泊ギフト券、ギフトカードね、プレゼントしていただきまして、昨日、おとといと、山梨県山中湖の方のリゾート施設の方にね、宿泊してきました。パンダママさんありがとうございます。先ほどね、パンダママさん、ショコリンさん、そしてね、アサさんのね、自社クイズマスター選手権のシルバー認定の、お祝いをですね、境香取神社の佐々木さんの方からメッセージいただきました。やっぱりこう、クイズ大会ながら、直接ね、お寺や神社の方から、ね、お祝いメッセージをいただけるとね、嬉しいですよね。あ、境香取神社さんライブ入ってきてくれました。佐々木さん先ほどありがとうございました。そしてね、ルイスさん、応援バッジ、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろみさんも応援バッジありがとうございます。嬉しいな、ありがとうございます。ねえ、まあ、今日はね、もう、事前に、先週のココハッピーバースデーライブで、ご紹介した通り、今回はですね、東北、そしてね、岩手県からは初となります。岩手県釜石市日光寺の菊池ご住職こと、ジョーさんにね、ご登場いただきたいと思います。僕はプライベートでジョーさんと結構フランクに呼んでるんですけど、ぜひ皆さんもね、このライブをご縁、これをきっかけに、ぜひ皆さんもジョーさんとね、お声掛けしていただけるとね、きっとジョーさんもね、喜んでいただけるんじゃないかなと思います。佐々木さん、先ほどありがとうございました。で、皆さん応援バッジ、本当ね、たくさんの応援バッジありがとうございます。はい、それではですね、ヒロ御朱印インスタライブ、第38回目となります、スペシャル対談ライブ、今日がですね、ちょうど、ヒロ御朱印インスタライブ3周年になります、今日の記念ライブ、僕はですね、このリアルタイムに見てる人、これはね、めちゃめちゃラッキーだと思います。みえさん応援バッジありがとうございます。先ほどどうもありがとうございます。今日はですね、33、これがね、皆さん、ヒントになります。33。この33が何かはですね、ライブを見ていただけるとわかると思います。ただ、僕が言うのもなんなんですけども、ライブは最後までご覧になっていただいた方が、後できっと後悔をすると思います。寝落ちしないで頑張って見ていただければ、ヒロさん寝落ちしないで見てよかったと言ってもらえる、そんな自信が僕は今日あるので、ぜひ皆さん寝落ちしないで最後までお付き合いいただければと思います。みえさん、応援バッジダブルありがとうございます。それでは皆さん、長らくお待たせいたしました。
第38回スペシャル対談ライブ3周年記念祭。本日のスペシャルゲストは、岩手県釜石市日光寺の菊池ご住職ことジョーさんです。今、ジョーさんとおつなぎします。今、しばらくお待ちください。お呼びしました。今、ジョーさん。大丈夫ですかね。あ、ジョーさん。はい、こんばんは。こんばんは。どうでしょう、声大丈夫ですか。ちょっとね、声がね、遠い感じですね。遠いですか。あ、はい。こんばんは。あ、ジョーさん、いいですよ。大丈夫ですか。ちょっとね、声がね、こもっちゃってるっぽいですね。もう、応援団状態ですね、もう。じゃあこのぐらいの声だと、あ、ジョーさんそれ OK、 これで これでいいですか。あ、その方がいいかもしれないです。あ、ちょっとマイクがちょっと感度が悪いようですいません。いや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 、大丈夫です。もう僕もね、3周年いろんなさまざまな修羅場を、はい、いろんな自社の皆さんと乗り越えてきましたので、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様、ありがとうございます。改めまして、第38回スペシャル対談ライブ3周年記念祭、本日のスペシャルゲストは、岩手県釜石市日光寺の菊池ご住職ことジョーさんです。ジョーさん、改めましてこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい。ね、スペシャル対談ライブ、ジョーさんをね、先週のココちゃんバースで見ました。もしくはね、日光寺参拝でお話したことがあります。あと、今このライブで初めて見ましたという方もリアルタイム、この後の録画でいらっしゃると思います。ジョーさんの方から改めまして、お寺の紹介、自己紹介、よろしくお願いいたします。あ、はい。こちら、岩手県釜石市、霊光山日光寺、住職しております、菊池蓮城と申します。当山は昭和28年開山ということで、割と歴史の浅い、お寺で、私の祖父からの寺になります。おじいちゃんからの代で、歴史は浅いんですけども、境内を作ろうとして成長していたらば、土器がいっぱい出てきて、それを鑑定した結果、縄文時代と弥生時代の時だっていうことが分かりまして、その古代人の供養をするということで慰霊塔を建てた、それが、当山の始まりになっております。あとは、ペットの火葬場を、運営しておりまして、20年ちょっと、経ちます。当山は、このような形で、やっております。よろしくお願いいたします。はい、ね、ありがとうございます。はい、まあね、ジョーさんがね、お話されてる時に、はい、朝さん、ね、ダブル応援バッジありがとうございます。そしてね、朝さんもね、フォローしましたということで、ジョーさんですね、このライブを通して、まだほんと登場して、まだもう2分、3分ですけど、もう早速フォローしましたってコメント入ると嬉しいですよね。あ、ありがとうございます。励みになります。はい。ねえ、ほんとですよね。本当にね。はい、ありがとうございます。で、ジョーさん、さっきペットのお話ありましたけど、はい、ジョーさんあれですよね、ちょっと打ち合わせの中で、すごい、はい、面白い話をちょっといろいろ、面白い話ってちょっとあれです、例えがあれですけど、ね、皆さん、ペットっていうとね、やはりこう、犬や猫ってイメージあると思うんですけど、ジョーさんあれですよね、日光寺の方では、ちょっとね、またちょっと犬、猫ではないような、そんなお話もあったんですよね。そうですね。やっぱり20年やってますと、いろいろと、お越しになる、ご家族の方がいらっしゃるので2つぐらいちょっと、はい、まずはペンギンですね。ペンギン、ペンギン、飼えんのかいって話なんですけども、沿岸地区でたまたまつがいで飼われてる方がいらっしゃって、ちょっとテレビにも出たりとかした方がいらっしゃったんですね。はい、割と普通に飼えてたようで、はい、それで、仮装させていただいたんですけども、初めてだったので、ちゃんと残るのかなっていう不安もあったんですが、ちゃんとお骨にして動物のお墓に埋葬させていただいたと。なかなか
あまりない経験をさせていただいて、もう一つが、ペットでもいろいろあるんですけど、まあ、やっぱり一番印象に残ってるのが、なめたガレイですね。なめたがれ。お魚ですね。お魚、すごい、なめたがれ。高級食材ですね。そうですね。まあ、魚屋さん経営されてる方が、まあ、生けすに生かしてたんですけども、突然、カレイが、なんていうんですかね、ブリッジするように、エビ反りになって泳ぎ出してですね、で、当時、荒川静香さん、スケートの金メダル取られましたよ稲ね。葉はですよね。イナバウアーですね。それでイナバウアーをするナメタガレイということで、結構か、あの、観光の方とかも、ちょっと地元のテレビとかいろいろ出て、いけすを見に来る方がいっぱい出たと。それで、たくさんお客さんがいらっしゃるというので、まあ、このまま買おうじゃないかということで、しばらくいけすの方でイナバウアーをして、皆さんを楽しませていただいたのが、まあ、お亡くなりになって、やっぱり今までお世話になった、なめ太郎って名前だったんですけど、ちゃんと仮装して、そういう形ですね。なかなか体験としては珍しい体験させていただいたんですけど、他にもいろいろありましたけど、まあ、何かこういうの仮装できるんですかみたいなのあったらば、まあ、お答えできると、そのぐらい、仮装してきましたので、もう20年の中でね、やはり犬、猫だけではなくてね、そのペンギンやね、ナメタガレイまでね、いろんなね、動物のそういうね、いろいろな、されてたということで。で、今の、ジョーさんが今、お話をされてるときに、この第38回スペシャル対談ライブの前にご登場いただきました、むすみ会情報局の堺香取神社の佐々木さん、ライブ入ってきてくれまして、ジョーさん、楽しんでくださいねってコメント入ってましたよ。ありがとうございます。入ってたんですはい。ね。わ、ね、さっき結び会情報局の最後にもね、ジョーさんにもエール送ってましたので、とにかくね、楽しんでくださいっていうふうにエール送ってましたので。もう温かい声で、言っていただいたのが、もう本当励みになりまして。ヒロさん、ちょっといいですか？ちょっと待ってくださいね。電波ですか？大丈夫ですか？ルイスさん、入ってきて、ん？ジョーさん、なんだこれは、なんですかね、これは、電波かな？なんでしょうか、宅急便か。宅急便はないな、この時間に。ルイスさん、どうも、先日ありがとうございました。ね、バースデーライブ、ね、今日、ジョーさんですよ。ぜひね、ルイスさん、ジョーさん、応援してあげてください。ね、堺香取神社の佐々木さんとね、日光寺のジョーさん、先日のココちゃんのハッピーバースデーライブでね、お互い出演されるということで、そこでご縁が結ばれて、今日はね、ライブ前後でね、エールの交換ということで、いやー、ありがとうございます。これね、やっぱすごいですね、今の時代、このね、ライブを通して、SNS でね、ご縁が結ばれるということで。すいません。ジョーさん、どうしたんですか？いや、お待たせしました。ですね、ちょっと用意したものありまして、こちらの方、3周年おめでとうございます。ジョーさん、ちょっとね、声がね、ちょっと遠いみたいです。遠いですか？こっちか。3周年おめでとうございます。ケーキ用意させていただきました。ああ、ありがとうございます。ちょっと見せますね。ぜひ見せてください。うわ、ショートケーキ、僕一番好きですよ、ショートケーキ。うわ本当ー、あですりがか。とうございます。ちょうどよかったですね。いやー、やっぱ僕らね、サプライズ、ドッキリする側がね、非常に多いんですけどね、やっぱされるものも、されるのもなかなか、すごこちいらですにね、なこりれ。ます。こちらになります。一応、私の知り合いのケーキ屋さん、お菓子屋さんに頼んで作っていただきました。わー、ありがとうございます。ジョーさん、これちょっとよかったら、カメラ近づけていただいてもいいですか？はい。祝
3周年披露御朱印サライブ。うわー、これは嬉しい。ありがとうございます。はい、美味しそうですね、なかなか。いやー、僕ね、ショートケーキめちゃくちゃ好きなんですよ。あー、本当ですか。いやー、まあ、嬉しいな、これ。いやー、これね、祝3周年披露御朱印サライブって書かれてますよ。いやー、美味しそうだな、これ。釜石来て。どうぞ来てください。いやー、これだれですよ、毎回、ね。よく見たらですよ、ね。ヒロさん、3歳誕生日おめでとうってなってすごいですね。なかなかこう、お子様の誕生日、ね。来年から幼稚園なんだ、みたいなね。3歳ですね。ほのぼのしている。すごいですね。3歳の、ね、幼稚園上がる前の3歳のね。まあ、赤ちゃんって言ったらいいのかわからないけど、それが、ね、全国のお寺神社の人ライブやるってね、どんなやつなんだよみたいなね、スーパー3歳ですね、もうね、まあ、コメント。神道ですね。神道もう。コメントでみんなもう笑うみたいな、ね、感じですけど。いやー、ありがとうございます。粋なサプライズ。はい、じゃあ、火は、じゃあ、ヒロさん、ちょっとふーっと言っていただければ、多分消えると思います。あ、わかりました。はい、じゃあよろしくお願いします。行かせていただきます。行きます。3、2、1、ふー。はい、おめでとうございます。ありがとうございます、ジョーさん。いやー、これは嬉しい。おいしそうだなー。ねえ、後でいただきます。あー、これは食べたい。いやー、釜石行きたいな。どこでもドアがあれば釜石行きたい。冷凍してでもね、まあ、もうあれですよ、ジョーさんのご家族で、はい、ぜひお召し上がりいただければと思います。うわ、ありがとうございます。はい、ジョーさん、はい、いただきます。一個、はいはい、だけお願いがあって、はい、すいません、そのケーキの食べる前に写メ撮って送ってください。あ、食べる前に写メをですか。はい、写メ、写メだけください。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、はい、素敵なサプライズ、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、ジョーさん、すみません、また、はい、またインカメで戻っていただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあ、今。うわー、おいしそうなケーキだな。僕ね、ショートケーキ大好きなんですよ。あ、そうなんですか。はい、もうね、ショートケーキ、めちゃくちゃ好きなんで、あれ、ジョーさんよく知ってんなと思いましたよ、今出てきて。初耳でした。初耳ですか、そう。はい、でも、もう、ただやっぱり、そうですね、まあ、一応、お祝い、やっぱりしないといけないなっていうところで。はい。すいません、どうもありがとうございます。はい、いやー、ね、ありがとうございます。皆さん、本当にね、ありがとうございます。もうめちゃくちゃ嬉しい。僕はね、結構朝さんもね、今コメント入ってますけど、僕ね、ドッキリする側は、僕、非常に多いんですよ。はい、このインスタライブでもそうですし、プライベートでもね、僕、ドッキリする側の方が多いんですけどね。ドッキリされるのもね、されてみるとね、まんざらね、されでもいいなってちょっと思っちゃったんですけどね。最初、ね、電気消そうと思ったんですよ。はいはい。事故みたいな感じでしようと思ったんですけど。ああ、はいはい。はい、サプライズですね。まあ、ただ、ちょっと、電源がちょっと切れなかったもので申し訳ございません。いや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 、もうね、多分電気消した時点でね、これジョーさん絶対ヒロさんから仕込まれたんじゃないかってみんな仕込まれた疑惑になりますからね。逆に電気ついてた方が良かったかもしれない、ね、逆に怪しいとね。ありがとうございます、はい、だいぶね、このもう本当にこのひとときでね、本当ジョーさんのね、本当にお人柄がすごい伝わったんじゃないかなと思いますけど。あ、ありがとうございます。てるこさん、ショートケーキ大好き。僕ね、ショートケーキ大好きです。皆さん、もう一回言います。僕、声を大にして。僕ね、ショートケーキ大好きです。ショートケーキ大好きです。ショートケーキ誰か送ってくれないかな。まあ、それ、ジョーさんですけど。はい、ありがとうございます。それではですね、ジョーさん。はい。はい、岩手県釜石市。ね、もう釜石知ってるよっていう方もいれば、ヒロさん、釜石って初めて聞きましたっていう方も、もしかしたらいるかもしれません。ね、岩手県釜石、ほんと僕は僕釜石知ってますんで、素晴らしいところなんですけど、よかったら、ジョーさんの方からですね、岩手県釜石、はい、ぜひね、ご紹介いただければと思います。あ、はい、岩手県釜石市は、まあ、海と作家、まあ、海、
港が近いので沿岸地区にあります町で、鉄と魚の町って呼ばれてたんですけども、昨今の東日本大震災で、被災いたしまして、そこから10年ちょっと、13回忌になりましたけども、今、復興に向けてこう頑張っていこうということで、だいぶ新しい、施設とか観光名所とかもできてきましたので、それらをちょっと、3つほどご紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。まず、一つは、釜石復興スタジアムっていうのがありまして、そこで、2018年ですか、ラグビーワールドカップの開催ところにもなりまして、そこからこう、ラグビーの試合とか、ジュニアチームの練習とか、試合とか、いろいろとこう、やってこう盛り上がっている、球場ということになっておりまして、その中でもやはり釜石市にラグビーのクラブチームが、ありまして、こちらちょっと写真はここでいいかな、こちらの、釜石シーウェイブスというラグビーチームが、ございまして、プロのラグビーチームです。それで、昔、新日鉄ラグビーのチームが、あったんですけど、すごく強い、チームが昔ですね、北の鉄人なんて呼ばれたりとかして、そのラグビーチームの意思を、継承したチームということで、今、釜石市でこう盛り上げて、みんな応援しているっていう感じになります。今、コメントもね、強さ入ってましたけど、僕もね、そんなにラビー詳しくはないんですけど、やはりね、新日鉄釜石、本当ね、もう、一時はね、もう全日本で、もう無敵のね、時代がありました。で、その新日鉄釜石のラグビー部をね、意思を継承したのがね、今、ジョーさんがお話しいただいたプロラグビーチーム、釜石シーウェイブスということで、あとね、2018年、もう5年前になりますけどね、ラグビーのワールドカップ、日本が大健闘してね、ベスト8に入りました。あの時の大会で、この釜石復興スタジアム、実際にね、代表のね、ラグビーのワールドカップの試合がね、開催されたということでね、かなりその時はメディアでもね、取り上げられたと思います。釜石のね、復興スタジアム。はい。ね、ラグビー、本当ね、ラグビーが盛んなね、街っていう印象ね、あるんじゃないかと思います。じゃあ、すいません、ジョーさん、引き続きよろしくお願いします。あともう一つですね、東日本大震災慰霊伝承施設って、鵜住居トモスという、建物ができまして、こちらもちょっとこう、文字がないので、ここで、このように広い地域に土地でこうできたですね、慰霊施設になっておりまして、津波の、危険な、危ないよっていうことをこう、後世に伝えるためにこういろいろな展示物があったりとか、あと、慰霊の石碑があったりとかですね、そういった形でこう、墓地公園のようになっておりまして、で、こちらの方で、釜石市の、お土産等ですね、そういった販売所もあったりと、そういう場所になっておりますので、釜石来られた際にはちょっと手を合わせていただけると、仏様も喜ぶのではないのかなっていうふうに思って紹介させていただきました。僕もこの今、ジョーさんがご紹介いただいて、この鵜住居トモス、これニュースで見ました。東日本大震災の慰霊のね、伝承施設ということで、震災で犠牲になられた方の慰霊とね、これをしっかり後世にね、残していくということでね、これから後世のね、人にこう伝えていくっていうところでの、伝承の施設ということで、ニュースで私も見ましたね。これもね、釜石にね、あるということで、鵜住居トモスということで。はい。それではジョーさん、続きまして、よろしくお願いします。あともう一つですね、釜石市には、橋の航路跡っていう世界遺産に登録された、
名称があるんですけども、はい。そちらは結構、世界遺産に登録されているので、知ってる方も多いと思いましたので、もう一つ、私のもうおすすめのいい景色が見れる場所というか、はい。そういうところで、岩手のラピュタと呼ばれる場所ですね。はい。釜石市大橋鉱山跡地という場所で、はい。こちらの方がですね、ちょっと写真がありますので、この建物の跡がもう、ラピュタ感がすごいというので、その来られる方が写真撮ったりとか、はこれで紅葉の時期になると本当に綺麗な形になって、廃墟なんですけども、とてもこう懐かしい気分になって落ち着く場所というか、そういった場所ですね。このコンクリートの残り部分とか、この木の生え具合とかでも、どん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 こう天空の城感が出てきているというか、っていう場所になっておりますので、一度こう足を運んでいただくと、ジブリが大好きな方ですね、ここも一度見ていただけるといいかなと。特にこの今、スマホでこうサントラとかですね、ヘッドホンでつけて歩いてみると、なんかこうファンの方は鳥肌が立ったりとかするらしいですね。ジョーさんね、これ僕これ知ってまして、してました。ね、さっきね、橋の航路跡はこれ世界遺産、これ知ってる方非常に多いと思うんですけど、これ炭鉱で栄えた鉱山跡地でね、この今、ジョーさんご説明いただいたこの釜石の大橋ね、君。この鉱山跡地、これ本当岩手のラピュタと言われていて、本当ね、天空の城のラピュタ好きな方とかね、こう世界に迷い込んだようなね、そんな気持ちになるっていうようなね、なんかそういうのをね、こう見たことがあるので、いやー、ジョーさんからここ来たかって感じでね、今僕聞いてたんですけど、そうですやっぱね。ここおすすめですよね。そうですね。なんか、嫌なことがあると来たくなりますね。なんかここに来て癒されたいなみたいな感じで、好きなので。いやー、これね、きっと釜石に行ったことあるっていう方とか、釜石に行ったことがないけど行ってみたいという方ね、いらっしゃると思うんですけど、これぜひね、この岩手のラピュタはね、ぜひ皆さん行ってほしいと思います、僕。個人的にはこれすごいおすすめなんで。もちろん、そこの場所に行くと、こう、なんていうんですか、昔、購買所があった場所とかに、こう、写真と一緒に、こう、看板が立てられてたりとかして、当時の様子も、こう、伝承しているような形になるので、はい。ぜひ、おすすめです。よろしくお願いしはます。い。ありがとうございます。で、視聴者の皆さん、ジョーさん。はい、時間が来ました。何の時間が来たかというとですね、皆さん、実はですね、ジョーさんと私、10時。この10時という時間がですね、二人の中でのちょっとね、あと、運じゃないんですけどね、ちょっと二人の中でのこの時間っていうふうに決めてまして、実はですね、お話の途中なんですけども、ここからですね、釜石グルメの、紹介に入りたいと思います。なぜ話の途中に釜石グルメ入っちゃったかという理由はですね、後ほどすぐわかると思いますので、皆さんぜひお楽しみいただければと思います。で、これまで38回のスペシャル対談ライブ、38回のお寺神社の方、全国各地の方ご出演いただきました。その中で自社の方のおすすめの食レポをね、ご紹介いただきましたけど、これは他のお寺のご住職、神社の神職さんに怒られちゃうかもしれませんけど、僕、38回スペシャル対談ライブやってきて、3年間、いろんな方との自社の方との食レポやってきましたけど、僕実はですね、多分、一番、個人的には、食べたかった、美味しかった、釜石グルメじゃないかなと思います。これを今から皆さんにご紹介しますので、じゃあ、ジョーさん行きましょうか。じゃあ、最初。はい。で、お時間の関、お時間、おじ、この、今から紹介するもののお時間の関係がありますので、サクッと行きたいと思います。じゃあ僕のコップちょっと取りまして、じゃあ、ジョーさん、僕の方から行きましょうか。どうぞどうぞ。はい。じゃあ僕が見せて、ジョーさんからご説明いただきながら、すいません、視聴者の皆さん。
大変恐縮なんですけど、この食べ物の事情がありまして、すいません、ちょっと食べながらライブを行きたいと思います。それでは行きます。これね、めちゃくちゃ美味しそうなんですよ。行きますよ。3、2、1、じゃーん。釜石ラーメンでーす。盛り付けも素晴らしい。ちょっとね、はい、釜石ラーメンです。ちょっと皆さんにこうね、斜めになっちゃうんであれなんですけど、釜石ラーメンです。めちゃくちゃいい匂いするんですよ、これ。こうか。はい。うん、はい。じゃあ、ジョーさんすいません。釜石ラーメン、はい、ご紹介お願いします。はい。釜石ラーメンは、まあ、釜石独特というか、まあ、普通といえば普通なんですけど、こうなかなかこれをメインで出してるとこなくて、琥珀色の醤油系スープと、麺は、縮れ麺で、トッピングはシンプルで価格がまあ大体、500円前後だったりとか、そういう、ものが多いので、で釜石市内全部、全部というかもう、食堂には必ず釜石ラーメンありますので、食べ比べてもまあ、面白いのかなと思います。はい、食べてますね。すげえうまい。美味しいですか？これめちゃくちゃうまいですね、これ。美味しいですね。すっきりしてるので、ちょっとこう、うん、こってりがこう苦手だなっていう方とか、あとの飲んだ後、締めのラーメンっていうところで食べると本当ちょうどよくて、今の時間、うん、ちょうどいいですね、今の時間がね。いやー、うん、僕ね、なかなかね、夜10時に、僕ね、正直言うとね、あんまり夜9時以降食べないタイプなんですよ。あー、健康的で。はい、はい、一応、はい、メンテナンスの関係、ボディメンテナンスじゃないですよ。だけど、これね、めちゃくちゃうまい。うまいですか。じゃあ、私もちょっとありますので。ぜひ、ちょっとね、視聴者の皆さんすいません、ちょっとね、ライブ中ですけど、スペシャルゲスト、そしてね、MC ヒロ、双方、すいません、釜石ラーメンをちょっと食べさせていただきたいと思います。ちょっとね、伸びちゃいますのでね。これね、すいません。ジョーさんに送っていただいたのが、実はですね、生麺の方のなんですけど、乾麺もあって生麺もあるんですけど、今日はね、生麺の方。あれ？かわいい。それポケモンじゃないですか？あ、ポケモンの、そうですね、丼ですね。はい。いや、これめちゃくちゃうまいっすね、このラーメン。いや、本当そうです。これやばいわ、これ。うわ、うまい。うわ、僕ね、3年間いろんな自社の方との食レポでいろんなの食べてきましたけどね。これ多分ね、一番うまいっすよ、これ。ありがとうございます。業者さんが喜びます。はい。うめえ。しないで。うん。釜石市内に製麺所がありまして、川木さんというラーメンですね、はい、ところのお蕎麦がすごい有名で、スーパーで売られてます。これ、はい、川木っていうのは、ひらがなですか、カタカナですか、漢字ですか？漢字で、山川の川に喜ぶ。はい、うん、あ、川に喜ぶですね。はい、そうです。これ、ジョーさん、これ、ネットとかで買えるんですか、これ。はい。ネットでお取り寄せできますので、うん、生麺なので、賞味期限の、まあ、あると思うんですけども、お取り寄せはできますので、ぜひ、お買い求めください。いやー、これ、めちゃくちゃうまい。これ、やばいですね、これ。はい、もう、私、もっと食べたいですね。いや、これ、いやもうね、うまい。これほんとうまいっすよ、これ。ありがとうございます。いや、これうまいわ。まあ、やばいな、これ。止まんない。ちなみに、この釜石ラーメンを題材にした映画が、7月から東京の方で釜石ラーメン物語という、映画が、ありますので、こちらも重ねて、はい、はい、井桁弘恵さん主演で、映画が放映されるそうなので、うん、ぜひそちらも、はい、釜石のことが分かると思います。はい。いやー、これはうまい。すいません、ちょっとね、食べながらライブしますけど、こんな感じです。これめちゃくちゃうまいですね、この釜石ラーメン。すっきりしてるけども、こう、
ですね。っていうか、もう。いやー、私もいい。釜石の人、羨ましいですよ。こんな美味しいラーメンいつも食べてんのか。はい。お昼はラーメンっていう家が多いので。はい。うわー、これめちゃくちゃうまいですよ。やばいですね、これ。うまい、うまいが止まらない。いや、うまい止まんないです。ほんとうまいですよ、これ。醤油味なんですけど、ほんとね、こってりとかしてないんで、ほんとね、あっさりしてるんだけど、味がしっかりしてて、でね、今日、うち、ひろたくはですね、こちらに、シナチクとほうれん草と、煮卵と、あと、チャーシュー入れさせていただいたんですけどね、本当にね、みんなマッチしてね、これめちゃくちゃうまいね。うまいねって言っちゃった。うまいんですよ。ねえ。いやー、僕ちょっと釜石ラーメンファンになっちゃいましたよ、これ。うまいよね。やばいよね。いや、今ね、横で嫁がね、ラーメン作って持ってきてくれたんですけど、今僕の代わりに嫁ラーメン食べてますけど、もうね、嫁がね、うまいよねって言ったらね、ニコッとしてましたんで。奥さんの腕もありますよね。やっぱね。いや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 、これじゃあ、はい、あれでね、これ、ヒロさんがそんなにうまい連発するなら、私も俺も食べたいっていう人は、川木さんの、生麺のラーメンをネットで買えるってことですね。買えます。はい。ああ、これは一回食べてほしいな。食べたことない人は、ぜひ。はい。あと、釜石に来た際は、ぜひ、お買い求めください。いや、ありがとうございますね。こちら、ジョーさんの、釜石グルメの、まず、第1弾。釜石ラーメンをね、ご紹介いただきました。川木さんのね、釜石ラーメン、生麺、醤油です。ちょっとね、麺はね、縮れ麺になってますので、あっさりしてね、何杯でもいける、そんなラーメンだと思います。今ね、僕の横でね、嫁がね、もうバクバク食べてますよ。いやー、これはちょっと今、視聴されてる皆さんには絶対食べてほしいな。うん、あ、もうね、嫁が全部食べるって言ってます。どうぞ食べてください。でね、視聴者の皆さん、実はですね、これまだ終わんないんですよ、これ。釜石グルメ。次がですね、釜石ラーメンよりもさらにやばいものが出てきます。ジョーさん、じゃあ、どうしましょうか。これは、僕が出して、ジョーさんが説明って感じでいきましょうか。そうですね。はい。じゃあ、ちょっと出していただきます。ご飯いいですか？ご飯をまず。ご飯を、はい。はい。もうね、嫁がね、隣でね、ラーメンバクバク食べてますよ、もう。皆さん、続いての釜石グルメ。僕がですね、3年間いろんなお寺神社の方と食レポしてきましたけど、これはお世辞抜きで一番だと思います。そのぐらい皆さんには絶対食べてもらいたい。じゃん。お。なんだよ、ヒロさん。ご飯じゃないですかって思うじゃないですか。はい。これはですね、ヒロタクの炊きたてのご飯です。これなんだっけ？はい。うち、実はですね、まあ、これすみません、スペシャルタイダーラーメン全く関係ないんですけど、ヒロタクのご飯にはちょっとあるルールがありまして、これ、ジョーさんわかります？見て。視聴者の皆さん、わかります？ヒロタクのね、ご飯のね、ルールがあるんです。画面。麦とか、なんだろう。麦。はい。ジョーさん、素晴らしい。ヒロタクはですね、実はハイブリッドしてまして、白米と、もち麦。はい。白米ともち麦のハイブリッド米なんですよ、ヒロタクんち。はい。そんな感じでですね。まあ、はい。もち麦と白米のハイブリッド、ヒロさん分かったよって。まあ、麦が入ってるんです。分かったよと思うじゃないですか。これ、釜石と思うじゃないですか。実はですね。いきます。これ、米を、大きい！いいですか、ジョーさん。僕から言っちゃって。あ、どうぞどうぞ。ですね、多分、皆さん。この、今僕、この出してるご飯、僕大体ですね、1日このご飯を1杯から2杯食べるんですけど、今回、ジョーさんが紹介する、とあるものを、があればですね、多分僕このご飯10杯ぐらいいけると思います。そのぐらいやばいです。
じゃあ、ジョンさん、いっちゃいますよ。はい。視聴者の皆さん、これね、やばいっすよ、これも。これは僕、3年間の第1位です。はい。それでは、いきます。視聴者皆さん、お楽しみに。この丼に乗っけるものです。いきます。釜石グルメ、アワビ、海宝漬け。ジョーさん、すいません。これ、ご説明お願いします。はい、もうこれは結構テレビにで紹介されたりとしてですね、ものすごく大人気でに、まあ、に日本の贅沢と、言われるぐらいのものすごくこう美味しい、もう見るだけでも、もうこれもう見ただけでも分かると思います、美味しいです おい、こ説れ明はいら見なたいだです、けで美味しい、確かに。説明いらないですね、もう、はい。もうこれをかけたご飯はもう本当に最高で、やっぱりいただいたらもうし、地元の人でもやっぱり嬉しいですね。はい。ねえ、僕ね、海はい。宝漬けってね、初めて食べるんですけど、実はですね、視聴者皆さん、おお。これ、もう、アワビの海宝漬けでももう、よだれ、もう、ジュルって感じですけどね、実はですね、まだあるんですよ。もう一個が、なんと、じゃん！フカヒレ海宝漬け。すごいですね、これ。これも説明いらないですいらね、ないでこれすはね。ね、これ。もう い説らない明です不要ですね。はい。もう問答無用です。はい。いやー、このね、釜石はですね、この海宝漬けが非常に有名でですね、やはりこう、海のね、新鮮な幸を使ったこの海宝漬け、ね、イクラ、フカヒレ、ホタテ、メカブということでね、料理人こだわりの一品が凝縮されたこのフカヒレの海宝漬け。皆さん、どうですか？これご飯にかけて食べるんですよ。もう10杯いけますよ、これ余裕で。もう本当贅沢ですね、これ贅は。沢ですね。ジョーさん、そっちスタンバイ行けてますか？あ、はい、こちらも、はい。でですね、フカヒレとアワビの解放漬けを今回、ジョーさんに、送っていただいてご紹介をさせていただいたんですけど、さっきのね、アワビ。これ、皆さん見せますよ。これ、アワビ。こんな感じです。うわー、めっちゃ新鮮じゃないですか、これ。キラキラしてますよ。もう海のお宝ですね、海のもう、宝ではい。すよね。はい。いやーね、今この、あー、いくらか。このアワビの海宝漬けもキラキラですけど、僕の、一応ね、ネイルもキラキラでということで。ああ、ね、綺麗ですはい、ね。そう、ライブの日はね、必ずネイルケアしてるんですよ。はい、じゃあ、すいません、このご飯に、いきます。これがアワビです。アワビです。アワビを乗っけて、メカブー。うわ、やばいっすね、これ。で、イクラ、うわ、これは、すごいな。奥様の分もちゃんと残しておいあ、はてくい、ださい。大丈夫です。大丈夫ですか？はい。うわー、これ、じゃあちょっとすいません、これを、すいません。皆さん、ちょっとね、ではご飯にかけた、アワビの解放漬け、こんな感じです。わ。いやー、ジョーさんの方も、あれですか、スタンバイ OK ですか？あ、はい。私、そのままた食べたいと思います。あ、そお酒にのまま。合うので。はい。なるほど。じゃあ、視聴者の皆さん、すいません。これがね、釜石グルメ、アワビの海宝漬けです。こちらすいません。皆さん、代表していただきたいと思います。いやー、これはやばいっすね。もう僕何回やばい言ったのかな。じいゃあ、ただきます。どうぞ、私はこちらの方いただきます。いやー、うめえ。すっげえうまい、これ。やばいっすね、これ。すげえうまい、これ。これ、反則級のうまさですね、これ。はい、だから説明がいらないんですよね、ああ、これは説もう明。本当に。あ、ジョーさん。はい、同じくスペシャル対談ライブのゲストにご出演いただきました、兵庫の、
上昇寺の慈光さん遊びに来てくれてますよ。あ、はい。慈光上人、はい。はい。どうも、ありがとうございます。ね、慈光さんね、ライブ遊びに来てくれてます。慈光さんどうも、ご無沙汰します。ね、先週ハッピーバースデーライブご視聴ありがとうございました。これ、やばいっすね、これ。うますぎる、これ。だから、まあ、濃いからこそ、やっぱり、まあ、こういうお酒にも合うんですね。うん。はい。これはビールなんですけども、こちら、飲んでいいんですか？お任せします。お任せしますか。はい。これね。いただきます。はい。視聴者の皆さん、これ。これ。アワビなんですよ、アワビ。コリコリしてね、めちゃくちゃうまい。これ、ご飯何杯でもいけますね、これ。ね、もうこれでもお酒も何杯もいっちゃいますね。もうね、すみません、ショコリンさん、そうですよ、僕ね、僕多分ね、このライブやばい、何回言ってるかな、もう多分50回ぐらい言ってますよ、これ。ちょっとね、ジョーさんとね、視聴者の皆さん、ちょっとね、ちょっと笑える話していいですか。僕がね、今一生懸命このアワビ解放漬け食べながら食レポしてるんですけど、僕の横で嫁がですね、小さい声で酒飲みてって言ってます。はい。釜石市に浜千鳥という有名なお酒があるので、後で奥様にお送りいたしますので。本当ですか？はい、お酒送ってくれるって。はい。浜千鳥はいろんな全国の居酒屋さんにも結構ありますので。名酒でございます。うん、酒蔵が釜石市にあるので。はい。ぜひ。でですね、はい、もう一個の方のですね、はい、フカヒレの解放漬け、パッケージ開けましたので、こんな感じです。ほら。これフカヒレですよ。はい。丸々入ってますね。はい、すいません、もうね、口の中でアワビがコリコリしてて。うん。そうですね。こちらがね、フカヒレの解放漬けです。もうね、フカヒレ浮いてますよ、イクラの上に。イクラのプールにフカヒレとホタテが浮いてるという。うん、そうなんです。僕ね、朝さんコメント言いましたけど、僕ね、お酒がね、全く飲めないんですよ。だから僕は基本ね、うん、正統派でご飯の上にかけて食べますけどね、お酒好きな人はもうそのままね、お酒のね、つまみにということで。いやー、美味しかったー。ありがとうございます、ジョーさん。いやー、こちらこそ、中村屋さんも喜ぶと思います。はい。すいません。ここはすいません。視聴者の皆さん、笑っていただければと思います。これ見てください。嫁がラーメン完食しました。すごい。結構ね、嫁と会ったことある人はいると思うんですけどね、嫁ね、結構、どちらかというと細身の方なんですよ。ああ。はい、なんですけどね、すごい胃袋入ってきましたね。ラーメンが消えましたね。いっぱい食べる女性ってね、魅力的ですよね。ああ、ね、ナイスフォローですね、もう、ジョーさん、いっぱいいっぱいのフォローですけど、いや、これ、いやいや、そうなの。ちなみに、ジョーさん、この、中村屋さんのこのフカヒレ解放漬けと、はい、青海の解放漬け、これは、もし今これ見てて、うわー、ヒロさんも、うちも頼んで酒のつまみ、ご飯にぶっかけて食べたいっていう人いっぱいいると思うんですけど、これは、ネットで買うこととか、はい、どうなんでしょうか。はい、お取り寄せできます。はい、うん、他にもたくさん、ウニが入った、まあ、黄金漬けっていうのがあったりとか、はい、あと、いろいろと他にもたくさん種類がございますので、こうちょっと見ていただいて、選ぶのも楽しいんではないのかなと、あと、お越しいただいた際にはこう、まあ、ご購入いただけると、そこでも種類たくさんありますので。はい、うわー、釜石最高じゃないですか。いや、最高ですね。最高ですね、これ。こんなに美味しいラーメン食べれて、ねえ、こんなに美味しい解放漬けが
もう毎日毎食ご飯にかけれたら最高だよな。まあ、毎日食べたいですけどね、いなやかなか。もう毎日食べたいです。もう毎日行けますよ、僕。毎日行けますね。視聴者の皆さん、ぜひ、僕ね、騙されたつもりではなくてね、これ、騙すつもり全くありません。僕が、ジョーさんがね、ご紹介いただいて一緒に食レポしましたけど、釜石ラーメン、川木さんの釜石ラーメンの生麺、縮れ麺ですね。あと、今、中村屋さんの、アワビと、フカヒレの海宝漬け。あと、ね、今日は、食レポにありましたね、ウニの黄金もあるそうなので、これね、めちゃくちゃ、本当美味しいんで、これ絶対食べてほしいです。絶対食べてください、これ。ぜひ。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません。ここもすいません。皆さん、視聴者の皆さん、笑っていただければと思います。先ほど僕が食べてた、残り、嫁、完食してます。奥様が食べられたんですね。はい、完食しました。どんだヒロけ食さん、べるんだよ。ヒロさん喋んなきゃいけないからですよね。そうそう、やっぱね、僕も本当はね、もう正直言うとね、もう、食べながらってしたいところですけど、やっぱね、ジョーさんがこう話されるように食べながらはちょっと失礼かなと思いますし、視聴者の皆さんもね、もう僕がこう食べてると、ああ、食べてえなーってなっちゃう、あれなんでね、嫁にちょっとバトンタッチしましたけど、もう両方完食しましたね。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。これぜひね、釜石ラーメンと海宝漬け、ぜひ皆さん、ネットでね、ご購入いただいて、ぜひ皆さんね、ご家族等でね、食べていただければなと思います。ありがとうございます。そして、ジョーさん、あれなんですよね。あ、はい。竹さん、よっぽど美味しいんですよね。ですね、よっぽど美味しいです。これ、本当に美味しいです。僕が食べた3年間、いろんなお寺神社の人を食レポ3年間やってきましたけど、他のお寺神社の人聞いてたら怒られちゃうかもしれませんが、みんな、どれも美味しかったんですけど、その中で1位を決めろって言われたら、僕は間違いなく1位は、ジョーさんのこの釜石ラーメンと海宝漬けで間違いないと思います。すみません。いや、ありがとうこごれざいはます。ぜひみんな食べてほしい。で、ジョーさん、あれなんですよね。実はまだあるんですよね。そうですね。さっきコメントでも、生が苦手な方がいらっしゃったので、スイーツですね。釜石のスイーツをご紹介させていただきたいと思います。はい。じゃあ、しますか。こちら。これはどうします？僕から行きましょうか？ジョーさんから行きますか？じゃあ、私ちょっと出しますかね。あ、はい。ジョーさん、じゃあよろしくお願いします。こちらですね。釜石市の、洋菓子店、アンジェリックさんの、鉄鉱石シュケットになります。これです。これすごいっすよね。もうめちゃくちゃ炭鉱石なんですけど、お菓子です。シュケットです。こちらが、紅茶とよく合うので、見た目のパンチもすごい効いているので、お土産で、よく買われる方が多いということで、先ほどインス、まあ、ケーキもこちらのアンジェリックさんのケーキと、こちらの、スイーツになります。ねえ、こちら実はですね、視聴者の皆さん、ジョーさんがね、送ってくれまして、これ釜石市内でのね、洋菓子店を経営されてます、アンジェリックさんの鉄鉱石のね、シュケットですね。こちらがですね、本当ね、紅茶にね、特に合うよっていうことなんですね。で、これ本当にやっぱり、鉄鉱石っていうの、なかなかこう、名前、ネーミングね、なんかこうパンチありますけどもね、この本当に釜石に来た時のお土産のスイーツとしては本当にいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、先ほどね、ジョーさんおっしゃっていただきましたけど、3周年記念のショートケーキのバースデー、あれもね、実はね、アンジェリックさんが作っていただいたケーキということで。じゃ、これ、ジョーさん、ね、ヒロご朱印スライブ、視聴者の方、女性の方も非常に多いので、これじゃあ、スイーツ、食レポ一緒にしましょうか、これ。じゃあ食べて、みましょう。はい、ね。こちらね、釜石市内洋菓子店、アンジェリックさんの鉄
鉄鉱石のシュケット。ね。はい、今ね、紅茶がないので、僕すいません。ペットボトルの、すいません。今日はね、ジャスミンティーです。今日はね、ジャスミンティーでいきたいと思います。はい、じゃあ、すいません、はい。いただきたいと思います。じゃあ、一緒に、ジョーさん、食レポをしましょう。はい。こちらですね。あ、ちょっと待って、ジョーさんね、今、袋開けますんで。ジョーさん、いいですか、先食べてて。あ、はい。あ、ちなみにですね、いつもこういう、パッケージで売られてるそうなので、はい。なんかステッコの、まあ、パッケージが、こう、印刷ができてなかったそうなので、一応サンプルを店長さんからいただいてきたので、はい、この黄色い、はい、やつが目印になってるそうです。はい。はい。はい、この黄色いマーク。こんな感じです。はい、こちらがね、はい、釜石市内の洋菓子店を経営されております、アンジェリックさんの鉄鉱石シュケットというね、はい、非常に紅茶とよく似合うというスイーツで、じゃあ行きたいと思いまーす。はい。はい。もう石ですね、もう。うん。うん。どうさんどうですか？はい。とてもお上品な味わいで、甘くて、ね。うん。すごい、あれですね、口の中でこう、溶けて消えるみたいな、そんな感じですね。不思議な感じです、これ。そうですね。噛むとサクサクしてるんですけど、こう。そうそうそう。はい。溶けていく感じの。見た目とは違う。噛むとね、そうですね。噛むとこう、なんかこう、噛んでいくんですけど、なんか途中でシュワッと消えるような感じの、なんか不思議な感じですね。うん。まあ、これなんか甘すぎず、うん。まあ、これがこういうお上品な味するんだっていう、こう、まあ、ギャップもすごくあるので、はい。うん、とてもいいです。すごい。これ普通に、あれですよね。まあ、なんか言い方変だけど、道とか落ちてたら、ほんと石と間違えちゃうよみたいな。ほんと石です。もう、これは企業努力ですね。もうね、すごいですね。鉄鉱石に見立てたね。はい、これは素晴らしいスイーツ。はい、甘すぎず、本当にね、なんか紅茶とかにもすごく合うんじゃないかなって。はい。ですから、黒いんですけど、歯とか黒くならないので、ご安心ください。はい。うん。そうです。これは止まらない。はい。あ、ジョーさん、ショコリンさんからお取り寄せできるんですかって来てますよ。あ、お取り寄せ。はい。アンジェリックさんも、お取り寄せ。できます。ホームページがありますので、そこでいろいろと、他にもいろいろおいしいお菓子たくさんあっても、もうどんどん出したいとこなんですけども、一応こちらの方出させていただいたので、見て選んでいただけると、はい、はい、ちなみにこちらのアンジェリックさんはですね、インスタグラムのアカウントも持たれてますので、僕このライブのポストを上げた時に、アンジェリックさんのインスタのアカウントをメンションで入れさせていただいて、あとタグ付けもさせていただきますので、視聴されてる皆さんね、ぜひ、どんな感じなのかなっていうのも、インスタの方を見ていただければと思います。で、一応ですね、ジョーさんと、あと、アンジェリックの、店主さんと確認しまして、インスタの DM ではなくてですね、ホームページの方があるそうなので、そちらのホームページから、お取り寄せが可能ということなので、ホームページ、あれだ、アンジェリックでググれば、釜石アンジェリックでググれば多分出てきますよね。あ、すぐ出てきます。はい。で、出てきますか。はい。釜石市アンジェリックやると、出てくると思います。はい。あ、本当ですか。あ、すごい。ね、もう釜石アンって入れたらね、すぐ出てきましたもん。はい。僕、今ね、ググったんですけど、釜石アンって入れた時点でもね、釜石アンジェリック洋菓子店っていうの出てきましたんで、これを見ていただければ、はい。ホームページありますね。こちらから、お申し込みをいただければと思います。あとね、インスタグラムの方もされてますので、そちらはぜひ、ちょっとどんな感じかっていうところで、タグ付けとメンションはさせていただきます。で、実はですね、ちょっと食レポはちょっとお時間の関係もあるんですけど、せっかくなので、多分、見た方が皆さんもちょっとリアルかなと思うんで、
実はジョーさんがですね、今回この、鉄鉱石の助っ人以外に、実はいろいろ送ってくれまして、ドーナツ送ってくれたんですよ。で、ドーナツもね、また美味しそうなので、ちょっとご紹介をしたいと思います。こちらがですね、紅茶の焼きドーナツ。紅茶です。紅茶の焼きドーナツになります。これも美味しそうっすね。もう全部美味しそうですね。ねえ。で、これもね、またね、もう色合いが濃厚で、チョコレートのドーナツ。チョコレートの焼きドーナツです。チョコレート。そして、これはね、もう女性の方たまらないんじゃないでしょうか。じゃん。ピスタチオの焼きドーナツ。いや、これはもう、やばいですね、これはもう。今日僕何回やばい言いましたかね？もう100回ぐらい言ってんのかな？鉄鉱石の助っ人に紅茶の焼きドーナツ、ピスタチオの焼きドーナツ、チョコレートの焼きドーナツということで、これちょっとジョーさんに送っていただいたんですけど、これをちょっとまた後日、美味しくいただきたいと思いますけど、こういうね、いろんなスイーツのラインナップありますので、これ悩みますね、本当に。そうですね。もう全部買っちゃいましょうね。ねえ。あ、すいません。視聴者の皆さん。ジョーさん、ね、まだ送ってくれてた。バニラの焼きドーナツ。バニいやー、すいません。なんかいっぱい送ってもらっちゃって。ラ。バニラです。バニラ、チョコレート、ピスタチオ、紅茶ということでね。きっとね、ホームページ見てもらうとまだまだあると思いますので、これぜひね、皆さん食べてほしい。もう、アンジェリックさんのスイーツも食べてほしいし、中村屋さんの海宝漬けも食べてほしいし、川木さんの釜石ラーメンも食べてほしい。もうみんな食べてほしい。いやー、これはいいなー。釜石いいなー。もうさらに好きになりましたよ、僕。そうですか。ありがとうございます。ねえ、ありがとうございます。ということで、こちらでね、釜石のグルメのご紹介。回答させていただきます。それではね、約30分ぐらい食レポやってましたけども、調査じゃあまた戻りまして、観光の方を引き続きよろしくお願いします。観光の方ですね。あと釜石市では有名な夏祭りで釜石宵査というのがありまして、この夏の時期にですね、釜石市内でお祭り、こういった形で、夏祭りが行われておりまして、一度、こちらのお祭り、途中で、なくなったんですけども、地元の、事業者の方々が復活させようということで、また復活をして盛り上がってたんですが、コロナ禍でちょっとしばらくできてなかったので、今年久しぶりに、釜石宵査やるということが決まったそうなので、楽しみにしているところです。ね、先ほど境香取神社の佐々木さんも地元のね、境町のやはり祭事の祭りがね、復活したとおっしゃってましたけど、やっぱ釜石の方でもこういうね、宵査、釜石宵査がね、またこう始まるということで、これ、ジョーさん、宵査っていうのはなんかあれですか、踊りの掛け声かなんかなんですか？そうですね。踊ってる時に、さあさあ、よいやさあっていう掛け声とともに踊りがあるんですけど、小学校、中学校、幼稚園から子供まで踊れる方が結構たくさんいるっていう、そういう感じのですね。釜石良いさということでね、ありがとうございます。ジョーさん、以上で、釜石の観光グルメの紹介は以上になりますでしょうか？とりあえず、この辺りで、終了したいと思います。ジョーさんの方からですね、釜石の復興スタジアム、そしてね、東日本大震災の伝承施設、鵜住居トモス、そしてね、岩手のラピュタ、ね、釜石の鉱山跡地、あとね、ジョーさんの方がお話ありましたけど、
世界遺産もね、釜石にはあります。世界遺産、あれですよね、橋の甲跡でしたっけ？ポールアート。あ、甲跡ですよはい。ね。ね、世界遺産もあります。ね、非常に見どころがあります。そして、もう約30分、僕は何回やばいを言ったか、もしかしたら100回ぐらい言ってるかもしれませんけども、釜石ラーメン、そして海宝漬け、そしてね、アンジェリックさんの鉄鉱石のシュケット並びに様々な味の、焼きドーナツご紹介しました。ジョーさん、ですね、釜石ラーメンはなんかいろいろ伺うと、市内に結構釜石ラーメンの飲食店が多いので、なんか食べ比べもできたりもできるんですよね。そうですね、たくさん、飲食店で食堂、釜石ラーメン、置いてたりして、味もだいぶこうお店によって少し違ったりとか、そういうのもあるんで、500円前後とか、600円ぐらいでこう食べれるものも多いので、ぜひ食べ比べてみても面白いと思います。ああ、なるほどね。あとね、ジョーさんからもお話ありましたけど、釜石ラーメン物語という映画がですね、4月、ね、本当この今月ですね、東京の方で映画館で上映されるということなので、関東近郊の方はね、ぜひ、東京、関東の方はね、もしお時間があれば、この釜石ラーメン物語の映画もね、ご覧いただければな、っていうふうに思います。ジョーさん、今度僕釜石行った時、一緒に釜石ラーメン食べ、はしごしましょう、ぜひ。ぜひお願いします。はい、ね、楽しみにしてます。はい、それではね、以上になります。ありがとうございました、ジョーさありがとうございます。ん。ね、もう皆さん、釜石の見どころ、特に食。ここはね、もう皆さんにすごくヒットしたんじゃないかなと思いますので、ぜひね、皆さん、釜石ラーメン海宝漬け、そしてね、アンジェリックさんのスイーツ、ぜひね、一度お試しいただければと思います。はい。それでですね、続いてなんですけども、ジョーさんのことをもっと知りたいということでですね、ジョーさんのこの趣味とか、そういうところをね、ぜひちょっといろいろ聞いてみたいなと思います。本当だったらですね、この前のシュワさんの誕生日のヒーローインタビューの時のシュワさん100問ぶつけるみたいなね、あのようなこともやりたいんですけどね、ここから100問ぶつけたらね、もう何時間かかっちゃうかわかりませんので、今日はですね、もうシンプルに趣味というところにフォーカスをしてですね、ジョーさんの趣味って何かなっていうのをね、ぜひ聞いていきたいなと思います。ジョーさん。はい。もうシンプルに、ストレートにお伺いします。ジョーさんの趣味って何ですか？趣味は、ですね、ホラーファンですね。ホラーファン。ホラーファンなんですか？すいません。そうですじゃあね。もう結構ホラー映画とか見たりとか。そうですね、もともとは、私、ものすごい怖がりだったんですよ。怖がりでホラー映画。トイレも一人で行けないようなぐらい怖がりで、それで、このお寺に住んでるっていうことで、ちょっと自分をお坊さんをちょっとこう、なんかこう、意識したときに、怖いものに慣れておかないと仕事ができないなと思ってですね、高校の時にホラー映画をいっぱい見るっていうことをやったんですね。すごいバカなんですけど、ただのバカなんいやいや、ですそけんなど。ことないんだよ。だってほら、今、あれですよ、剛さん、剛さんと照子さん、ホラー好きって。本当ですか。ジョーさんと一緒ですよ、ホラー好きですって。ぜひそういう語られたので、なかなかそういう話すると惹かれるんで、なんか、すいません。すごい、ホラーが、それもね、逆に怖がりだからこその克服のために、映画を見まくったことで好きになったっていう、またそれもまたすごい。すごい言い訳みたいですよね、なんかちょっと。もうじゃあ、一時期もう、相当な映画本数見たんじゃないですか。相当見ましたね、当時、高校生の時ですから、DVD が出てきたのか出てこないのかみたいなとこだったんですけど、レンタルショップみたいなのが、当時、田舎だったんですけど、1店舗か2店舗ぐらいあって、そ
こでこう置いてあるホラー映画とかをとりあえず、まあ、当時なんか、R 指定とかなかったんですかね、なんかよくあれ貸してくれあたので、あ、ははいはい。い。で、いろいろ見たんですけど、なんか、怖いんだけども、なんかメッセージ性があるんだなっていうのが分かりましたね、幼ながらも。はい、結局、人間が怖いということで、はい。なんかディズニーランドでもそうじゃないですか、なんか一番怖いのは現実社会だみたいな、そういう、そういうなんかメッセージ性があったりとかして、もうメッセージ性もクソもない映画が結構そこにたくさんあるんですけどね、ホラー映画って、なんかなんじゃこりゃみたいな、まあ、そういうのもなんかバカバカしくて面白かったりとか、で、そういう怖いのを見ると、なんかこう、ああ、痛そうだなとか思うと、なんか自分はそういうことしたくないなみたいな感じで。サイコパスとかそういうわけじゃないので、そこはちょっと、はい、はい。まあ、ジョーで、さんのね、はい。趣味、一つ目がね、ホラー映画が好きということで、これもね、やはりインスタのアカウントだけをずっと見てるとね、なかなかわからないところなんでね、これはやはり、スペシャル対談ライブのね、やはりこの、だからこそのね、やっぱりジョーさんのいろんなことを深掘りするということで、ジョーさん、他に趣味ってなんか、ホラー映画以外なんか他にないんですか？本当、まあ他はやっぱり絵を描くことはこう昔からやってたかなっていうところですね。これはやっぱね、これ視聴者の皆さん、僕38回目のライブなので、ね、今までそれぞれのその自社の方のお寺や神社、その地域をイメージしてポップを作ってきたんですけど、今回はですね、もうシンプルに、これ皆さんわかります？これ皆さん、何だと思います？これ、何だと思いますって聞かなくてもいいか？わかるか？これは。これね、何でし実ょう。は、先週のココハッピーバースデーライブで、ジョーさんがサプライズで、ココちゃんの誕生日プレゼントっていうことで、これココちゃんなんですよ、これ。これ、ココちゃん、ちょっと見せましょうか。これ、ココちゃんです。もう、これ見てもらうとわかるんですけども、絵が好きって、もう、これはもう、ですよね。って感じですよね。皆さちょっん、と、どうですか？この画力、やばくないですか？これ。いや、ちょっと怖く描いちゃったかなとか思って、ちょっと、はい。これ視聴者の皆さん聞いて、視聴者の皆さんすいません、忖度抜きで、このジョーさんが描かれたココちゃん、もうね、忖度抜きでいいです。どうですか？朝さん、かわいいお目目。ぜひよかったら、ね、このジョーさんが描いたココちゃん、皆さん、率直な感想をぜひコメントで教えてください。よろしくお願いします。ね、視聴者の皆さんにもコメントでね、参加していただく、コメント参加型のヒロゴ主演スライブでいきたいと思います。皆さん、このジョーさんが書いたココちゃん、率直な感想をぜひコメントで教えてください。よろしくお願いします。いやー、もう全然怖くないですよ。そうですか。はい。素晴らしいですよね。ありがとうございます。コメントありがとうございます。千鶴さん、いいですね。かわいい。エヴァちゃん、写真的に上手ですよ。最高です。剛さん。ね、皆さんのね、お名前とコメントね、頑張って読み上げていきたいと思います。千恵さん、目が印象的で素敵です。ねえ、にじさん、かわいい。エルキオさん、美人さんということで。いやー、やっぱり、もう、ジョーさん、素晴らしいじゃない、もう皆さん、素晴らしい。ありがとうございねます。え、光そう言っ彦さていん、た画だ家けるさんと。が描いた。もう画家さんですよ、ジョーさん、画家さん。ガガさん。ねえ、リアルココちゃん、ああ、かわいい、みちえさん、ありショがとコうごリンざいさん、まうるっす。としたお目目。ね、ヒロミさん、タッチがリアル。ね、皆さんのね、もうサムネのお名前とね、コメントね、読んじゃいます。なぜかというと、ありがとうございます。録画になるとコメントがもう消えてしまうんでね。MC の僕頑張って拾いたいと思います。それでは、ちょっとね、この辺で、まあ、趣味は絵が好きということなんですけど、はい。はい。でですね、僕、実はこの打ち合わせの段階で、
こういうお話したら絵が好きってなって、まあ、これはもう絵が好きなのはもう皆さんもうインスタのアカウント見てらもうみんなわかりますよって話したんですよ。でですね、皆さん今日はね、3周年記念ということで、皆さんこれからね、ものすごいものをご覧いただく、そんなライブになります。なんとですね、ジョーさんがこれまでに描いてきたイラストをですね、なんとこのライブで本邦初公開していただけるということなので、はい、特に一番初めの絵はね、かなり激レアなので、ぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います。じゃあ、ジョーさん、すいません、バトンタッチでよろしくお願いします。はい。はい、あ、はい。じゃあ、すいません。ちょっと倉庫を見てたら、小学校の時の絵が出てきたので、それらも一緒にこう、はい。ちょっとカメラ変えますね、ちょっと。はい。すいません、ありがとうございます。はい。このように、はい。自由帳1年1組。うわ、自由帳懐かしい。これね、ジャポニカ学習帳なんですよね。ジャポニカ学習帳。はい、この中にあった絵で、はい、まず、普通こちらですね。はい、何でしょう。こちらはこのなんていうんですかね、この小学校が描いたバリバリ小学校っぽいんですけど。うん、こちらの襟巻きトカゲなんですね。おお、襟巻きトカゲ。はい、襟巻きトカゲ、当時なんかすごい有名だったんですね。なんかこうあのバッと開いた姿がかっこいいみたいなので、はいはい、それでまあちょっと好きだったんだろうなっていうのが伺える絵なんですね、こちらが。ああ、まあ、こちらジョーさん、はい、これ小学校の時に描いた絵ですか？あ、小学、そうですね、1年生って書いてあるんで。小学校1年生こんなうまいんですか？いやいや、うまくない。いやー、これや、はい、だってこれ多分あるんですよ、今ここからライブ見た人、これヒロ画伯の絵ですかなんて言う人いるんじゃないですかね、これ。あれヒロ画伯あれですか、ジョーさんとなんかイラストのエールの交換でもしたんですかみたいな。これジョーさん、もう一回ちょっと襟巻きトカゲだ、ちょっと画面いいですか？はい、襟巻きトカゲ、視聴者の皆さん、これね、僕が描いた襟巻きトカゲですとか言っても多分、ああなるほどってみんな納得しますよ。そうなんですか。あ、ヒロさん絵が、ま、あれですか？いや、僕はあの、はい、あの違う意味であの画伯なので、はい、あ、画伯で、あ、なるほど、はい、画伯です。いやー、ここまでだったら、はい、ヒロ画伯でギリギリいけますね、これは。ああ、いやー、これ、小学校1年生でこんな描けちゃうんですか、すごいっすね。描け、そうですかね、私としては、まあ、なりなりな感じだと思います。いやー、もうね、はい、視聴者の皆さんがさ、もうこれも襟巻きとかで誤信にしてくれるぐらいの勢いですよね、これ。これいやー、今でもすごい。はい、じゃあ、ジョーさん、すみません、引き続きお願いします。うん、はい、はい、で、自由帳にまだ入ってたやつで、なんか、はい、ちょっと怖いのがあったので、まあ、ちょっと こんなのですね。はい。ん？何ですか、これは。この、なんか、なんですかね。もう、私もわからないですね。もうここまで来ると。すごいですね。で、なんか、宇宙人なのか、何なのかって、こう、ごちゃごちゃごちゃってなんか書いてますけど、あ、うん、なんか戦車も、戦車も。ああ、戦車わかりますね。全然ありますね。はい。戦ってんだと思いますね。なんか、でも自分の子供がこういう絵描いたらちょっと心配しますよね、なんかね。ちょっとなんかあるんじゃないかって、育て方間違ってるのかなみたいな感じも。はい、すごい、もうアートですね。今のは、いくつの時に描かれたんですか？はい、あ、今のはいくつの時に？これは多分普通に小学校、まあ低学年であるのは確かですけど、ちょっとそこまで覚えてますね。へぇー、うん。宇宙人。もう芸術ですね、これは。そうですね。まあ、私、あの、自由帳を常にも、やっぱり小学生って自由帳みんな持ってるじゃ、行くじゃないですか。はい。だから、自由帳は私は絶対忘れなかったんですけど、ノートを忘れることが多くて、はい、で自由帳によく
こう書写と書き取りとか、なんか式とか書いたりとかしてたみたいで、この自由帳にですね、こう詩の書写があるんですよ。このなんかいい言葉なんですけど、時計を止めて2人のために重ねる手のひら、寂しがるから心のブランコを揺らしてみたい、明日はそこまで迎えに行くからっていう、なんかいい文章がこう書いてあるんですけども、なんですけども、なぜかその横にこう筋肉マングレートがこう書いてるっていう、なんか、うらーって入ってきてるところですね、これ多分ね。これ小学生ですか？これ小学校何年生かちょっと分かんないですけど、すごい、もう詩人じゃないですか、も詩を書くならもっとこうほんわかしたものを書いたらよう。かったんジじゃョーないさん、あかれなっですよ、ていう。筋肉マングリート見せちゃダメですよ、これ。ダメですか、これ。筋肉マングリート見せなければ、もうすごい、ここで終わってたらよかったのに、筋肉マングリート見せちゃったから、もまあこれを書いてロマンチックな小学生だったんですね、じゃあ。そうでねえ。すね。いやー、すごい、ロマンティストですね。すロごマいン詩チッですね。大人みたいじゃないですか。ク。いやー、でもこれ、多分教科書に書いてあるの丸写しですよね、これね、多分ね。で、横には、筋肉マングレート。筋肉マングレートがこう、筋肉マングレート。書いてありますね、筋肉マングあ、レート本という当だ。こと筋で、肉マングレートって書いてある。筋肉マン、すー。相当古いですよね、筋肉マンというと。そうですね。筋肉マンは、ちょっと僕はストライプの世代ではないんですけど、はい、筋肉マンは知ってます。今でもなんかやってるとかって、ね、よくああ、ね、聞きなんます。か、あれですね、なんかいろいろこう、なんか続編とか、なんかちょっとあれですね、進化版みたいなやつですね。そうみたいですね。いやー、筋肉マングレート。いやー、すごいなー。あとそね、しジャて、ポニカ学習帳の自由帳もすごい、なんか。そうですね。今もあるんですかね。ちょっと、あったかな。ちょっとわかんない今ですけど。も、どうですかね、あるんじゃないですかね。ただ、このね、いやー、すごいなー。なんかもうタイムカプセルから取ってきましたみたいなね。そうですね。ちょっと懐かしかったですよね、やっぱりい見てるとやー、ね。それはもう、ジョーさん、大切にしてくださいね。大切に取っいておやー、きます、それはもう、ね。絶対大切にしてください、もう。じゃあ、次行きましょうはい、か。すいません。続いてお願いします。いやー、もう貴重なものを見せていただきましたよ、もただ、そこからちょっと中学生からちょっと飛びまして、う。はい。中学生の子ちょっとなかったんですね。はい。あ、中学生はなかった。はい。ですから、高校に入ってからなんか、たまたま残してたのが残ってたんで、こちらですね。うわー、なんですか、この画力が一気に上がりましたね。これは、エイリアン。うわエイリアンの日。高校の時はなんか、洋画にすごいハマってて、そのアメコミとかが好きで、で、まあ、なんていうんですかね、当時だと X-Men とか、そういうのを見てたりとかして、それで、まあ、延長上で、エイリアンとか、プレデターとか、そういうモンスター系をこう、買うわ、ったこんでれすすね。ごいっすね。もうこの時点、高校生の時でもうすでに今ですね、もそうなんですかね。う。いや、もうここでもう、すいません、もう僕はもう、すいません、もうノーコメントでお願いします。はい、ジョーさんが小学生ぐらいの時までならば、ちょっと僕もね、画伯としてちょっといろいろ口出しできるんですけど、すいません、そんなもう、ダメ。高校生のジョーさんにはもう、すいません、ノーコメントで。で、いやー、もう完全にここからですよね、もう。両方、私が書いてますでも、全然いけますもんね。そうです、こう、まあ、そうですね、これもちょっとう懐わ、かしいこというか。の画力、やばいっすね。でも、誰にも見せることなくずっとしまってたやつだったので、すごい迫力、もうすごい、もうすごい画力ですね、とか。もう画ありがと力うございにます。対する、皆さんからのこのコメント素晴らしい。怖い。怖い。エイリアンの怖さがね、伝わるぐらいの画力ということで。あいりがとうやございまー、す。すごいっすね。もう、エイリアン、もう、ここでもお腹いっぱいですけど、ジョーさんまだあるんでしたっけ？じゃあ、
一気に大人になってから、もうね、十分大人になってますよ、ジョーさん。ああ、そうですか、すいまはせん。い、もうね、十分大人になってます。じゃジョーあ、さん、ルコさんから、見てください、コメント。今見えます？ジョーさん。百鬼夜行。はい。書いてほしいって来てますよ。百鬼夜行ですか。ジョーさん、書いたことあります？ないです、ないです。ないですか？そうですね。妖怪がなんかこう、わーってこう歩いてるようなイメージだと思うんですけど。いやー、あ、そっか。ジョーさん。すいません、これ、ライブの、ライブの、まあ、すいません、視聴者の皆さんにぶっちゃけますけど、打ち合わせにはないんですけど、すいません、てるこさんって、実はですね、蟹坂井のメンバーなんですよ。あ、ジョーさん、聞こえます？聞こえます、聞こえます。てるこさんって、蟹坂井のメンバーなんですよ。そうなんですか。はい。で、実はですね、てるこさん、まあ、この、サムネの名前見てもらうとわかるんですけど、今月17日お誕生日なんですよ。そうですか、17日。ジョーさん、もしよかったら、すみません、ここはヒロ蟹坂井、まあ、ヒロと、僕とジョーさんとの、もう、深い仲を、ちょっと、ぜひ、僕からのお願いなんですけど、てるこさんに、よかったら、百鬼夜行を書いてあげてもらえませんか？ 百鬼夜行ですか。いい、百鬼夜行を、ちょっと、ポイント、ちょっと、なんか、なんだろう、見開きの片面ぐらいで収まる感じで。もし、なんか、よければ、一つ、二つ、三つぐらい。私でよければ、いいっすか？ちょっと試しに書いてみたいですね。ありがとうございます。まあ、これは、ちょっと、テルコさん、特別に誕生日ということもね、ありますので、はい。じゃあ、すいません。これは、ヒロネゴシエーションになるのかわかりませんけど、これは誕生日ということもね、ありましたので、テルコさん、ジョーさんが、百鬼夜行を書いてくれるそうなので、よかったら後で DM 連絡取ってご朱印帳送ってあげてください。ジョーさん、ご朱印代とか言ってくれれば僕の方で払いますんで。そうですか、わはかい、りました。僕の方で、てるこさんの指納料払いますんで、言ってください。わかりました。はい、ありすいましません。た。あとすいません、ヒロさん、ちょっと、これ、マイクがちょっと遠くなるかもしれないんですけど、大丈夫ですか？ちょっと。はい、いいですよ、大丈夫です。いいですか？大丈夫ですか？はい。すいません。ちょっと、充電が切れそうです。すいません。マジですか？あれですよ、なんか、イヤホンジャックがないスマホだったので、C ジャックを入れて使うイヤホン使ってたんですよ。だから、直接、ちょっとスピーカーに問いかけますので。わかりました。すいません。じゃあもうこれはあれですね。ジョーさんもう応援なんですね、もう。ジョーさん？聞こえますか？もうね、僕、実はですね、視聴者の皆さんに以前話したことあるかもしれない。僕、自社に行ってきたシリーズっていうライブチャンネルがあるんですけど、自社に行ってきたシリーズの時はね、もう携帯のスピーカーに向かって、もうね、腹から声を出して喋ってくださいっていうふうに、今までの方に全員お願いしてきて、はい、もう皆さんね、ほぼね、もう応援団状態です、もそうなんですう。皆さん、こんにちはーみたいな。猪木さんみたいな感じですかね。そうですね。ね、アントニオ猪木さんいらっしゃいましたよね。元気ですか？みたいなね。いいですか？ 聞こえそうますなん。か？大丈夫ですか？聞こえてます。大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。え。じゃあ、ジョーさん、引き続き、ね、これまでの生い立ちをイラストで、綴る。よろしくお願いします。先ほど高校生で、そこから、大人になりまして、
墨絵をこう初めてというかこう描いたんですけど、まあそれでも最近っちゃ最近なんですけど、こちらですね、インスタにも載せたんですけど、佐藤清正公ですね。おお、佐藤清正。南無妙法蓮華経ってこう、兜に書いてある武将さんですね。すごいな。ただこう、前回のこちら、まあ、九州の方の豪雨で、まあ、豪雨の時にこうチャリティー T シャツとして、イラストを担当しまして、れで、そのゆかりの方っていうと、やっぱり日蓮宗っていうこともあるので、まあ、加藤清正公かなっていうので、これを水泳描いて T シャツに、プリントして、まあ、頑張れっていうことで、こう、T シャツを作って売ったお金を、全額、豪雨の災害の基金にこう寄付させていただいたと。そういうイラストになりますね。いやー、素晴らしいですね。もうもこう、の辺になってくると、まずもうすごいと素晴らしい以外言えないですよね。ありがとうございます。まあ、2015年でしたっけかね。2016年か2015年だったと思うんですけど、ちょっとこれ顔を見ると、ちょっと、野球選手の菊池雄星にちょっと似てるんですね。今ですよ、大リーグにいる。そうメでジャす。ーリーグね。メジャーリーグに、確か、あれ、今、トロントブルージェイズでしたっけ？確か、そうですね。ねえ、僕、トロント行ったことあるんですよ、僕。そうなんですか。実際、カナダのトロント行ったことがあるんで、トロントブルージェイズ。ね、今、いいで菊す池ね。雄星投手ですよね。ね、岩手ですもんね。そうですね。花巻。なんか、このひげがちょっと、そんな感じ、予言してたわけじゃないですけど、まあなんかちょっと似てしまっ、なんか似てるなって最近見て。すごい、もう皆さん、もうコメントがね、素晴らしいとすごいしかもう打てないぐらいにすごい。ありがとうございます。ジョンさん、あれですよ、上昇寺の事故者のまだライブ見てくれてて、そうなんですか。ごさん、ヒロさん、ナイス提案、ジョンさん、お受けいただき、大感謝。ありがとうございいます。こちらこそ。やー、もう、ありテがルコとうございさます。んのね、ヒロ蟹境ですからね、ヒロネゴシエーションしちゃいましたけど、すごい、言ってみるもんですね、これは。まあ、ちょっと空き時間をなんとか使って、ねえ、よかったです。テルコさんね、素晴らしい誕生日プレゼントになったと思います。じゃあ、ジョーさん、まだあるんですか？まあ、こちらの方で、まあ、岩手県といえば、まあ、先ほど菊池雄星選手と、あと、やっぱり、やはり、大谷翔平選手かなっていうので、ショータイムですショーね。タイムですね。優勝、WBC で優勝したときに、まあ、お祝いということで、こう、書いたんですよ。それを、まあ、待合室に飾って、東北ゆかりの選手っていうことで、いただきまして。うわー、うまい。すごいですね。これも、今説明なくても分かりますよ。これは。大谷さんですよね。大谷さんですね。大谷さんですよね、これ。なかなか見なくて、4枚か5枚ぐらい書き直したんですよね。いやー、もうね、今の大谷選手、もうね、エンゼルス、もう今、一日でスポーツニュースで見ない日ないですもんね。ないですね。必ず見ますよね。もうなんか、こう、目指すというか、もうなんか、すごい、こう、神様みたいな、なすごい、かなかこう、いいもかなっていう、う、すごいですよね。二刀流でね、なんかあわよくば三冠王みたいなぐらいに勢いでやってますもんね。そうですね。毎日テレビが楽しいですね。そうですよね。ね、大谷翔平選手もあれですもんね。菊池雄星投手一緒で、花巻東高校でね、やはり岩手県のね、高校球児出身ですもんね。そうですね。
はい。まあ、ちょっと。大谷さんですよ、これ。うわ。まあ、あと、続けて、こう、出していくかもでもいいですか。はい。あ、あどうと、ぞどうぞ。はい。こちら、佐々木朗希君ですね。うわー、これも、すごい似てるじゃないですか。はい。まあ、沿岸地区ということで、まあ、本当に、そうですね、令和の怪物れですっね、ていう、大こん船な渡高校ですよね。ところが、はい。こちらの方で。うわー、すごい。はい。こう思うと、やっぱ岩手県すごいっすね。すごいですね。すごいっすよね。なんか、ここさ、なんかこう、すごいこう盛り上がって、だから、いろいろとこう、大谷選手とか、まあ、朗希選手とかの、こう、なんかいろいろなも展示したりとかっていうところも結構あるので、まあそういうとこ岩手来た時に見るのも面白いのかなと思いますね。はいやー、これ本当ね、もうい。録画に、皆さんのね、本当に温かいコメントが録画になると、ぱったりもう誰が何言ってたか全く消えちゃうので、僕ああ、もそね、うです。頑張って MC として拾うんですけどね、そうです。本当に、もうね、すごいと素晴らしいしか言えない。ありがとうございまそす。のぐらいの画力ですよ。もう唯一挙げるのは、大谷さんですよね、もそうう。いでやすね。ー、すごい。もこれね、令和の怪物、佐々木朗希投手ね、千葉ロッテね、千葉ロッテマリーンズのね、佐々木朗希投手です。う。はい。ね、両で、方ともね、送っまあ、て。最後というか、最後、誰ですか？はい。まあ、大阪出身なんですけども、まあ、東北高校出てるということで、はい。ダルビッシュ有選うわ、手とこれめちゃくちゃ似てますね、これは。はい。ダルビッシュ選手は、私、髭生えてる男の人を描くのがなんか慣れてるのか、これ一発でうまくいって、はい。これは、書き直しとかしなかったんですよね。じゃあ、今度、ジョーさん、今、大谷さん書きましたよね。令和の怪物、佐々木朗希投手。でね、今、パドレスか。ダルビッシュ有選手。よかったら、その最後に、よかったら、どうですか、ヒロ。ヒロさん、いいです。書きますか？僕、ひげつけてください、ひげ。ああ、ヒゲつけるかもしれはない。い、ひげつけたヒロで。わかりました。多分なんか戦国武将が好きだからなのかなんかですかね。ちょっとヒゲが生えてる人だと、こう特徴が捉えやすいというか。はい。こう、逆にこうないと、こう、難しかったりとかするじゃあ、なんかんですね。僕なんか戦国武将になんか見立ててお願いします、なんか。なんでですか。なんかもうすごいひげ面の武将とかって言っても、もうヒロさんじゃないかも、わかんなくなるかもしれないですけど、でも、誰だか分かんないですよね。誰これみたいな感じになってきね、結局書いたら、これ菊池雄星かなみたいなね。て、ヒロさん、そう、いやー、すごいのね、見せていただきました。いやー、もうこれで十分ですね。もう絵が好きでね、絵がうまい。これはもう皆さんにね、もう十二分にね、伝わったのかなと思います。ジョーさん、どうもありがとうございました。こちらさ、このままの流れで、あれですかね、ちょっと、あれでしょうかね、記念御朱印というか、今回の、まあ、インスタライブの、まあ、記念御朱印というのを、まあ、書かせていただきまして、おー、マジですか？こいちらをぜひ、やー、すごい。視聴してジるョーさん、皆その様前に、にですね、視聴者の皆さんがやはりね、戦国武将に見立てたヒロさんが見たいっていう。そうなんです。伊達政宗風とか。独眼流じゃないですか。岩流ですね。宮城県なので、東北なので、まあ、書くそう理なん由ですによはなるかな、ね。ね。そう。ただね、これ視聴者の一部の方よく知ってると思うんですけど、僕ね、ジョーさん実際めちゃくちゃ目いいんですよ、僕。そうなんですか。僕ね、裸眼で両目2.0なんです。目がいいんですね。目がいいんです。コンタクトもしてませんので、もうだからね、見えないものまで見えちゃうっていう。そうなんですか。
なので、人の心も見えますよ、もう 2.0 で。人の心も見える。もう人の心も、もう見抜いちゃいます。こんな武将さん。よかったら、ちょっと、ジョーさん、戦国武将に見立てた、なんか、はい、今度、ヒロよろしくお願いします。かしこまりました。はい。はい。それではですね、今のジョーさんから嬉しいお話がありまして、なんと第38回スペシャル対談ライブ3周年記念祭のライブ記念御朱印が実は頒布になったんです。僕は実はですね、事前にちょっとどんなのかを伺って知ってるんですけど、今までこれまでにライブ記念御朱印、大体ですね、100体以上今までいろんなお寺の方、神社の方がライブ記念御朱印を頒布されました。もうね、実は100を超えてるんですね、実は。で、その100を超えた中でも、これからジョーさんが考えていただいたライブ記念御朱印は、多分皆さんの想像を超えた、ものすごい、もう御朱印というよりかはもうね、一つの作品になってます。ので、これはね、ぜひお楽しみいただければと思います。ジョーさん？はい。はい。それではジョーさんよろしくお願いします。はい。それでは、今回のライブ記念御朱印ですね、こちらの出るかな、ちょっとね、ジョーさんの方でくるくる回っちゃってますね。あ、止まってますね。はい、はい、出ました。ジョーさん、すいません、ご説明してください、はい、お願いします。はい、まあ、夏ということで、肝試しっていう、まあ、ホラーなこうものがこういっぱい出てくるような、そういう季節なので、ちょっと涼しくなっていただこうかと思いまして、こちら、題名が、そうですね、こちらが、ヒロ真夏の、あ、ヒロ真夏の昭和ミステリーという題名で書かせていただきました。はい。はい。はい、ジョーさん、じゃあこれちょっとどんな感じかちょっとご説明をいただいてもいいですか。はい。はい、まあ、こちら、ヒロさんのキャラクターたちが、なんか、おかしくなってしまってるっていう。まあ、怖いですよね。あんこがこう、目が怖いっていうので、オレンジ像が。あんこ怖すぎですよ、これ。ご縁地蔵が、まあ、ちょっとリアルになっちゃって、でもみんなリアルになっちゃって。うん、で、あと、ココちゃんが、ちょっと、なぜか人獣化してしまっているという。そう、これね、ジョーさんのこの企画力すごいですね。これね、ちょっとジョーさん、よかったら、あんこからちょっと、近づけてもらって、もらっていいですかね。これ、はい、皆さん見て、このあんこやばくないですか、これ。いやー、ジョーさんね、僕ね、これあんこ見せてもらったじゃないですか。はい。僕ね、これね、3日ぐらい夢に出ましたよ。ああ、そうですか。このね、あんこね、夢にね、3日ぐらい僕出ましたね。このあんこやばくないですか、これ。逆にこんないじっていいのかなと思って、ちょっと。いやいや、全然いいです。大丈夫です。ちょっとすみません、大人の事情ですけど、著作権持ってますんで、大丈夫です。すいません。いやー、で、すいません、次ご演説お願いします。はい、ちょっとそうですね、まあ目つぶってますね。いやー、これはすごい。そしてね、ご演説の肩に乗ってる服、はい、もう普通のスズメですね、もう。いやー、そしてね、これがね、ジョーさんのすごいとこですよ、この企画力。なんと、ここが人獣になってるんですよね。なんでって感じしますけどね。いやいや、これちょっとジョーさん、よかったらちょっとこの人獣のココちゃんとこの横の男性、ちょっとここら辺説明してください、はい、よかったら。あ、はい、まあ、それらを見て、こう、まあ、青ざめる、ヒロさんをちょっとイメージして、ちょっと考えました。青ざめる、もう青ざめてますよ、僕も。昭和っぽく、まあ、書こうと思って、こう、ちょっといろいろ昭和の本とか見たりとかして、あ、こんな感じかって書いたら、まあ、ちょっとこうなってしまいました感じで。すいません、もうちょっと、
これあれですよね、人獣のココちゃん、この発想は、これ僕すごい斬新だと思ったんですよ。これ、ジョーさんよかったら皆さんにぜひ、ちょっと人獣ココちゃんのご説明を。はい、人獣ココちゃん、そうですね。まあ、この絵自体が、まあ、やっぱり、なんですか、昭和の漫画見ると、こういう顔立ちの子がなんかこう、怖がってるみたいなの、ホラー漫画とかでよくあるんですけど、それでこう、まあそういう雰囲気が出ればいいかなって、まあ昭和のホラーって怖いじゃないですか、なんかこう。怖いですずっとね。堂々しいというか、はい。だけど、最近なんかこう昭和レトロブームみたいなのが、来てるっていう、なんかエモいとかで、なんかそれで、ちょっとそれにちなんで、まあ、っていうところですかね。人獣化もまた、そうですね。まあ、こういう、こう、男の子に、こう、バッと抱きついてる女の子みたいなのが、ちょっと昭和っぽいかなっていうといころで。やー、それをね、あえてこのココちゃんを人獣にしたっていう、その発想がやっぱ、ジョーさんすごいっすね。一番は、奥様を描きたかったんですけど、だけど、やっぱり、ちょっと、お姿とかもこう拝見してなかったので、すいません。もう、これはね、もう僕ね、すごい。これ最高だなと思いました、こちらのライブ記念越し。ありがとうございます。すごい。こちらがですね、第38回スペシャル対談ライブ3周年記念祭ライブ記念御朱印、ヒロ真夏の昭和ミステリーということなんですが、僕、視聴者の皆さん、僕、覚えてますかね？リアルタイムで、ぜひ、最後までご覧くださいって冒頭言ったと思うんですけど、実はですね、この御朱印、限定33体なんです、これ。今回、ジョーさんとお話ししまして、3周年ということで、初めね、究極3体限定とかも考えたんですけど、3体限定はちょっとそれはさすがにと思いまして、33でいこうということで、33体限定ということになりました。ジョーさん聞こえますか？ちょっとジョーさんの方、くるくるしちゃってますね。大丈夫かな？皆さん、僕の声は聞こえますかね？皆さん、僕の声と画面、OK だっていう人は、ちょっとコメントですいません。大丈夫だよとかって入れてもらっていいですかね？今、僕の方の画面だと、ジョーさんの方が、もう一回じゃ呼びましょうか。はい、今ね、もうなんかね、こういう風になっても全然慌てない自分がいるっていうのがね、やっぱ3年やってきたっていうあれもあるのかなと思うね。ちょっと、もう一回ちょっとジョーさん呼びます。すごいな。これ1年目だったらもうバタバタですよ。うわぁ、どうしよう、どうしよう、どうしようってなってましたけどね。もう3年もやってるで、よしよしっていう、なんかすごい冷静、そしてクレバーなヒロがいるということで、ありがとうございます。今ね、ジョーさんもう一回呼びます。これ、入れるかな？充電が切れちゃったとか。いろいろあるかな。ジョーさん入れますか？一回ライブ視聴してもらって、もしあれだったらリクエスト送ってもらうか何かで。はい、今ね、ジョーさん一回ちょっと離脱してますね。充電が切れちゃったのかな？どうなったんだろう？ジョーさん、電源が切れちゃったとか。僕の方は映ってますよね。大丈夫ですよね。ねえ、今ちょうどライブ記念御朱印を紹介してたところで、僕ね、もしかしたらなんですけど、これね、充電切れちゃった可能性あるかもしれないですね。要はゼロ。僕、ぼやけてますか？僕の方、ぼやけてます？ぼやけてますよ。大丈夫ですよね？ぼやけてます？ぼやけてませんよね？ ぼや、これ、こっから見た人びっくりですよね。大丈夫ですよね？ぼやけてないですよね？クリアに見えますよね？
多分ね、やっぱこんな感じだと思いますよ。これは、あ、僕がぼやけてる。まあ僕いつもぼやけてますからね。まあもう僕はおまけキャラなんで、ね。はい。ちょっと、まあ、どうしましょう。ジョーさん大丈夫かな？ジョーさんを、これ、どうかな？どうしましょう。ジョーさん、ライブ見てますか？もし見れてれば、え、画面ぼやけてますか？え、僕ぼやけてます？え、ぼやけてます？僕ね、今すっごいクリアなんですけど、皆さんとの見え方が違うのかな？見えます？栄香取神社さん、遅くまでご視聴ありがとうございます。ジョーさん、これ、え、ぼやけてる。マジですか？じゃあ、ちょっとこれ。声はクリアですか？どうしよう。ちょっと待ってくださいね。もう一回呼びましょうか。ジョーさんもう一回、招待かけましたので、あ、来た来た、よかった。あ、ジョーさん？すいません。申し訳ない。充電切れ？なんか、なんですかね、突然パッと切れてしまって。あ、マジですか？熱くなっちゃったのか。はい、すいません。声聞こえますか？視聴者の皆さん、今ね、はい、僕とジョーさん、どんな風に皆さん見えてますかね？これね、ジョーさん、あれなんですよ。僕たちの見え方と、はいはい、視聴者さんの見え方って違うんですよ。はい、あ、違うんですか？はい。なんでね、これね、すごい、僕も3年間やってきて勉強になったんですけど、はい、僕が見えてる見え方と、皆さんが見えてる見え方ってこれ違うんですよ。あ、はい。今、ね、視聴者の皆さんにちょっとすいません、問いかけたいと思います。皆さんから見て、僕たちの画面と声はどんな状態ですか？ぜひ教えてください。お願いします。それによりちょっとね、ライブの進行のスタイルをちょっと考えたいと思います。皆さんにから見て、僕たちの画面、声、どんな状態ですか？大丈夫？いかがでしょうか？皆さん、高い、高さん、もうこれ僕読み上げますよ、皆さん。高さん大丈夫です。竹さん、ヒロさんもクリアになりました。朝さん、画面ははっきりしてます。テレコさん、クリアに見えています。チエさん、ヒロさん、綺麗になりました。あ、いや、ヒロさん、イケメンになりましたとかね、笑うとかね。ショコリンさん、ヒロさん、クリアになりました。あ、栄香取神社さん、ぼやけもなられました。チエさん、大丈夫です。ジョーさん。はいはい。栄香取神社さん、はい、まだライブ残ってくれて見てくれてますよ。遅い時間まで、ありがとうございます。いやー、嬉しい。これね、栄香取神社さんとね、日光寺さんのね、ぜひこれ、ご縁。つなげてほしい、続けてほしいと思います。はい、ああ、良くなったということで。ありがとうございます。じゃあ、ジョーさんすいません。はい、はい、ライブ記念越しに、はい、ヒロ真夏のミステリー。ちょっとお見せいただいてもよろしいでしょうか。はい。はいはい、でですね、こちら、はい、僕が冒頭に言ってた、リアルタイムで最後まで見てるといいことあるよって言ってたのは、これが理由でですね、実はこの御朱印33体しかないんです。33体完全限定になります。ということで、はい、ジョーさんよろしいですよね。よろしいです。はい。いやー、これは多分速攻終わっちゃうなー。いやー、これ。まあ、書き置きになるんですけども。はい、そうなんですね。はい。まあ、これだけだと、思いまして、はい、はい、ちょっとおまけを。え、おまけくれるんですか？はい。あ、はい。釜石ラーメンとか。こちらもまだ、あ、釜石ラーメン。そう、すごい、コストがすごい。じゃこちらですね、実は骨書きの方を、ちょっと残してまして、おこちらはハサミ氏
とか、あと塗り絵にしたりとかして、こう、やっていただければと思いまして。はい。じゃあこれは33体の、ご縁あった方だけですよね。あ、そうですね。あと、こちらも、書き置きも、これは、もうこれ以上、作りませんし、書かないので、ぜひ、この機会に、ぜひ、お手元に入れていただけると。これは、いや、ジョーさん、33はね、多分速攻ありますよ、これ。いやー、ちょっと私も、今年、御朱印なんか本格的にやり始めたので、そこまで、いや、だって、この前、あれですもん、ゆうきちゃんとかも、24体とかも、翌日にもう、はい、午前中ぐらいで終わっちゃいましたし、いやー、ジョーさん、これ、だって、ヒロ真夏の昭和ミステリーの書き置きの御朱印に、かつ、この、ハサミ紙つくんですよね、はい、これ、限定で。はい。いやー、これは絶対やばいっすよ。速攻終わりますよ、これ。あとですね。まだテレビショッピング。テレビショッピングじゃないですか。高枝切りばさみとか出てくるのか。じゃヒロさんの実はまだあるんですよ。まだあるんすか。はい。なんかもうジャパネット高田みたいですね、これ。すいません。まだこの最後の一つ、まあ、こちらもおまけでというか。はい。はい、ヒロさんに初めて御朱印お渡しした時の、はい、絵の、まあ、下書きを残してたんですよ。おー、あれですよね、いただいたやつですよね。はい、龍ココアイウツという名前で、はい、いただき今ね、御朱印ミュージアムにお祭りしてます。ありがとうございます。それの鉛筆下書きをちょっとまあ印刷したものなんですけども、まあ、こういう、はい、やつになります。いやー、これ僕欲しいっすよ。あー、本当に。すごい。ちょっとよかったら、ジョーさん、リュウとココちゃん、はい、ちょっと画面近くに見せてください。はい。実際こういう、はい。だから、ここから墨絵にするか、漫画帳にするかみたいなことができるんですね、下書きさえできる。いやー、これは、ジョーさん、僕、今、おまけのハサミ紙2つ、すいません、はい、僕ね、これも、もう釜石ラーメンの解放漬けぐらい一緒に欲しいですよ。ああ、そんな。いやー、そんな。ちょっと、ココちゃん、もっと近づけてもらっていいですか。はい。あ、ちょっと硬くなっちゃうかな。はい、これめちゃくちゃうまいっすね。ありがとうございます。ちょっと凛々しく、まあ、虎っぽくみたいな感じにしようと思ったんですけど。これを、まあ、いただいたこの、ハサミ芯も、はい、いただいたご主人をこれを、下書きラフをハサミ芯してくれるってことですか。あ、そうです。ハサミ芯サイズにして、はい。うわー、これはやばいですね、これ。テレビショップも。いや、もう、すみません。テレビショッピング風に喋ってます。ありがとうございます。いやー、これはすごい。はい。うーわー、ヒロ真夏の昭和ミステリーに、さらに、下書きラフ画と、僕にプレゼントいただいた、リュウコとココ、これの下書きラフ、これをハサミ紙にして、おまけ、33体限定ということで。はい。いやー、これは、もう今、リアルで見てる人は大丈夫ですね。なんとかギリギリセーフですね、これ。はい、もう、はい、録画で見る人って多分ダメだな、これ。じゃあ、こちらの方の説明をさせていただいて、じゃあ、これ僕から説明していいですかね。あ、すいません。はい、お願いします。マイクが。はい、まずですね、視聴者の皆さん、公平平等の意味でですね、今の時点で DM に送ると、これもう、フライングでアウトになります。ライブ終了後に日光寺のジョーさんのインスタの DM の方に、ライブ記念ご朱印希望しますとして送ってください。今送っちゃう人は、反則、プロレスみたいな、フライングで失格となりますので、今送っちゃっても全く意味がなくなっちゃいますので、ライブ終了後に用意挑んでいきたいと思います。あれ、またくるくるいっちゃったかな？ジョーさん？
どうかな。ちょっとまたあれですね。ジョーさんの方がくるくるいっちゃってますね。どうしましょう。視聴者の皆さん、僕の声と画面は今どんな、あ、また戻っちゃった。ちょっとね、電波が大変なのかな。今、視聴者の皆さん、すいません。僕は見えてますよね。見えてますか、僕。大丈夫かな。あ、今ダメですか？今、くるくるしてます？ジョーさんは消えましたね。消えちゃいました、今。多分また、どうなんですかね。パッと消えちゃったのかな。じゃあ、ちょっとジョーさん呼びますか。ちょっとね、電波の具合が安定してないのかな。ちょっとジョーさんもう一回呼びます。あー、そっか、ジョーさんのスマホ熱持っちゃったか。声は丸。画面はぼやけてる。あ、またぼやけましたか。声は通ってます。声は聞こえますよね。じゃあもうぼやけてても、もう声が伝わってれば、これ多分ね、ジョーさんね、スマホがね、あ、タケさん、イケメンがぼやけてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ジョーさんが消えると、ヒロさんがぼやけます。なんだそれ。ジョーさん見なくなると僕はぼやけるというね、なんかすごい面白い。ヒロさんぼやけてます。誰か入れてくださいよ。ヒロさんぼやけてるけどイケメンですとか入れてくれたらな。もう感謝、コメント感謝100倍ぐらいあげるんだけど。これ、どうめ、ダメかな。熱持っちゃったかな。そうですよね。もう2時間いってますからね。これは。もうただ2時間やってるので、これはもうせっかくなんでちゃんと録画に残して形にしたいので、ちょっと、ただすごいこういう状態になって全然バタつかない冷静な自分がある意味なんかすごい3年やってきた、やっぱり成長の証なのかなと思いますけど、やはり真夏のホラー笑う。アーサーさんコメントうまいっすね。今ね、僕ジョーさん招待かけてるんですけど、これダメかなぁ。ジョーさん、今ね、二度目の招待。声はクリア。顔はイケメンが残念になってます。ダメかなぁ。あ、来た来た。ジョーさん？たま。うん、いや、ね、全然大丈夫ですよ。携帯ちょっとあるから熱持っちゃってますかね。今ちょっと急ピッチでやって、なんとか。わかりました、はい。じゃあ、ジョーさん、ちょっと そんな状況まで手短に行きたいと思います。はい、わ、はいはい、かりました。じゃあ、ジョーさん、はい、すいません。もう一回の、ヒロ真夏のミステリー、ちょっともろもろ開けてもらっていいですかね。はい、あ、道枝さん、ぼやけてるけど、ヒロさんイケメンです。道枝さん、後でコメント感謝、1000倍送ります。ヒロさん、イケメン復活。つよしさん、コメント感謝1万倍で。はい。本当すみません。はい。それで、冗談はこの辺でですね、ヒロ真夏のミステリーに、はい、下書きのラフ画、これのハサミ紙、これもすべて33体、33枚限定でですね、このライブ終了後に、はい、日光寺のインスタの DM の方にライブ記念ご支援を希望しますと入れてください。入れてください。でですね、ジョーさんから返信、ジョーさんから返信が来た方は、33名の中に入った方になります。ただし、ジョーさんから何も落とさたがなかった場合は、今回残念ながら33体、33名から、ちょっと残念ながらということになりますので、その辺はちょっとご了承いただければと思います。はい。で、こちらについては、お支払いについては書き留め、もしくは、振り込みになります。こちらの33名に入られた方には、お支払い方法のご案内もジョーさんから DM でいきますので、そちらの内容に沿ってご対応いただければと思います。こちらは書き置きになりますので、ご身長をお送りするっていう形ではありませんので、
書き置きの御朱印とハサミ紙の2枚、33体セットが、皆さんの方にお届けという形になります。このライブが終了後から一斉スタートです。まあ、この今ライブ見てる人だったらギリギリ大丈夫ですね。ただ録画は無理だろうなぁ、きっと。はい、ジョーさん。すいません。じゃあ、この33体限定のこのヒロマナスの昭和のミステリー、きっと今コメントでも絶対欲しい、絶対欲しいってコメントがいっぱい入ってました。はい、希望される方、あと検討されてる方、いろいろいらっしゃると思いますけど、そのような皆さん方にですね、はい、ぜひ、ジョーさんからこの御朱印、ライブ記念御朱印の思いも込めて、何か皆さんにメッセージをお願いします。はい。やはり夏といえば、肝試しだったりとか、遊園地でもこう、たくさん、イベントとですね、ホラーイベントみたいなのあると思うんですけども、ぜひこう、怖いだけではなくて、こう、いろいろと楽しんでいただいて、そうすると何かこう、見えてくるものもたくさんあると思いますので、ぜひとも、こちらの、御朱印も見ていただいて、ちょっと懐かしみながら、涼しくなりながら、この夏をなんとか乗り切っていただきたいなというそういう気持ちがございます。よろしくお願いします。はい、今ねタカさんジョーさんフォローしましたってね、このヒロ御朱印インスタライブ恒例のね視聴者の方がね自社のスペシャルゲストをフォローするね、ここからまたね新たなフォロワーの方と自社の方のご縁が生まれる、これもねヒロ御朱印インスタライブの醍醐味かなというふうに思います。でジョーさんすいません、それでは日光寺さんの方から何かお知らせ等があれば、はい、ジョーさん何かお話しいただければと思うんですが。そうですね。まあ、あるとすると、登山で、まあ、お盆ということで、こちら、東北の方は8月盆になるんですけども、そちらの方、お盆の灯籠流しの行事がありまして、そちらの方が、動物と人間とこう合同でやる、灯籠流し、話というのがありまして、はい、まあ、いつこの様子というのが、まあ、こういった形で、じゃあですね、ポロをこう、まあ、川に流すという、まあ、しっかりこうお寺のすぐ下に川があるんですけども、はい、こちらにこうお名前を書いたご先祖さんとか、あとペットの名前とかこう書いた方がこう流すという行事がありまして、うん、こちらの方は、まあ、お檀家さん以外でも、こう、動物、飼ってらっしゃったことは、まあ、供養したいという方がいらっしゃったら、こう、まあ、こちらでお預かりして書いて流したりとか、うんうん、まあ、そちら、人の方は宗派関係なく受付しておりましたので、はい、電話等でも、こう、よろしいので、そしたら、もしお越しになれない方でしたら、こちらで責任持って役員、さんとともにですね流させていただきますので、はい、今回はご相談していただけると、はい、8月16日ですね、うん、はい、行っております。こちらがだいたい毎年300人とか、そのぐらいの方ご参拝いただいて流すんですけども、コロナ禍でここ何年かずっとやってなかったので、はい、ちょっと今年はやれたらいいなというところで、雨が降らなければ川で流すという形ですね、うん、はい、こちらのね、素晴らしいね、灯籠流しということで、いやー、これでね、またですね、釜石、またね、あれですね、地域活性の何かこう、起爆剤ではないんですけど、またね、多くの方が県内、県外からね、多くの方がね、きっと、いらっしゃるんじゃないですかね。そうですね。まあ、いろいろとこう、紹介しましたけど、来ていただけると、やはり、いいなっていうふうに思いますね。本当に、はい。いやー、もう今日はこの3周年記念にふさわしい、本当にあれですね、もう、ジョーさん、そして日光寺、そして釜石をね、全国多くの皆さんに知っていただく、はい、本当にいい機会になりましたね。本当にいいライブでした。はい、本当ご縁をいただいてありがとうございます。ぜひ、お願いいたします。1500円になります。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、それでは、ジョーさん、ご挨拶の前にですね、そうだ、一個言ってきましょう。先ほどテルコさんの、コメントで、百鬼夜行のお話だったじゃないですか。
で、ジョーさんすいません、私も、ヒロカニ坂井のメンバーで、まあ、ヒロネゴシエーションで、やはり私も男で有言実行もありますので、すいません、百鬼夜行、テルコさんにぜひ、書いてあげていただければと思いますので、で、ちょっと変な話になっちゃうんですけど、指導料とかのお支払いは僕の方でさせていただきますんで、それは僕の方に言ってください。はい。あ、はい。はい。決まりました。テルコさん、はい、すいません。そのようなことですので、これはヒロカニ坂井のメンバーへのプレゼントということで、ジョーさんの方とのやりとりで、ね。あ、またダメか。これは、ちょっと電波があれなのかな、消えちゃいますよね、これ。ダメかな、ジョーさん、ダメですね。コメントは拾えてるけど。ジョーさん、ああ。もうね、インスタライブはね、こういうことありますよね。なんかすごい、なんかこういう風になっちゃう。うわぁ、どうしよう、うわぁってならない。なんかすごい冷静な自分がなんかある意味、もう何度もね、お話ししてますけど、3年間のやっぱりこの成長の後かなと思います。まあ、今日の第38回スペシャル対談ライブのプログラムはですね、大体今のお話、灯籠流しのお知らせ、あとね、もう一個だけいうことがあったんですけど、それもしジョーさんがちょっと難しいようだったら僕の方でお話しして、このままライブ終了もありなのかなとは思います。ジョーさんがね、今日お話ししたい、お伝えしたいことは、ライブでお話をいただきましたので、まあ、ちょっと3回ぐらいコールして、もしちょっと厳しいようであれば、ね、ちょっとジョーさんもね大変なので。すごいですね、ヒロご主演スタライブ史上初3回消えて3回戻ってくるっていうね。これもある意味伝説。3回消え3回戻る。どうでしょうか。ジョーさんどうだ。やっぱ携帯のちょっとね、スマホがちょっともしかしたらバッテリーが熱持っちゃってる可能性があるのかなと思うんですけどね。僕はちなみに皆さん、なんでヒロさんって全然消えないんですかと思うじゃないですか。僕ね、なんでかというと、これなんですよ。これ忍ばせてますんでね。これね、いいですよ、本当に。これがないとね、多分僕が消えてます。間違いなく。ダメかな。もしちょっとジョーさんコールでダメな場合は、もう今日のプログラムは大体お伝えしたので、できれば出てもらいたい。かダメかな。ジョーさん、僕のライブ見れてますか。ジョーさん、僕のライブ見れてますか。これはちょっと厳しいかな。じゃあもう一回最後コールします。これでダメだったらちょっと今ジョーさんもう一度招待してます。ジョーさん、ライブ視聴されてましたら、あ、来た、来た。すごい、ジョーさんすごいですよ、もう。ヒロ、ご主人さんライブ史上初、ね、3回消えて3回戻ってくる。もう、スマホが限界で、あ、わかりました。じゃあ、ジョーさんすいません、もう手短にいきたいと思います。はい。はいはい。あとはですね、今日初めて公で公開なんですけど、ヒロタッチポイント、ジョーさんの日光寺にも設置していただきました。はい。設置させていただきました。ね。後ほど、ヒロタッチポイントの方の、ストーリーズ等でご案内したいと思います。それでは、ジョーさん、ちょっとね、もうスマホもね、もう限界っていうところもありますので、ジョーさん、最後、夜遅くまでご視聴いただきました。視聴者の皆さん、そしてね、坂井香取神社の佐々木さんたちも夜遅くまで残ってくれてるようなので、視聴者の皆さん、そして佐々木さんファミリー、坂井香取神社の皆さんに、ジョーさん一言最後、メッセージお願いします。はい、佐々木さん、最後まで見守っていただいてありがとうございます。大変心強かったです。これをご縁に、ぜひとも、
いろいろとお話ができたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ジョーさんと佐々木さんたちにも一言ぜひ。はい、はい。遅くまで、見ていただいて、本当、見守っていただいているような、そんな感じがいたしまして、まあ、ちょっと最後、なかなかうまくいかない場面があったんですけども、最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。はい。ジョーさん、ぜひね、日光寺栄香取神社さんとの新しいご縁、ぜひ、大切になさっていただければと思います。はい。ありがとうございます。はい。それでは、最後はですね、セリフで、ライブ終了したいと思います。このライブが終了したらですね、ライブ記念ご神、ヒロ真夏の昭和のミステリーの受付一斉スタートとなりますので、皆さん、ライブ終了後からよろしくお願いします。それでは、ジョーさんよろしいでしょうか？はい。はい。それでは、いきます。ご縁に、に、か、感謝なんですよ。あ。ちょっと、あ、聞こえますか？聞こえますか？聞こえますよ。ご縁に、ジョーさん、感謝です。感謝。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。またマイクもおかしい。おたんさんですよ。それでは皆さん、さようなら。おやすみなさーい。おやすみなさい。佐々木さんたちもおやすみなさーい。皆さんおやすみなさーい。